ジョ。こんにちは。さあ、あれですね。やってきました。年末特大号です。はい、うん、今回は一人でやるのがきつかったんで、はい、みんなに手分けして調べてもらいましたけど、はい、たかが一チームに2、3時間もかけているおバカさんたち。いや、ちょっとその言い方ひどくないですかね。すごい頑張ったのにね。いやいや、言ったじゃないですか。はい、1時間もあったらできるし、うまくやれば40分。だから僕はもう最初1時間かかったんですけど、はい、容量よくやったら40分ぐらいできる球団もあったんですよ。はい、2、3時間どうやって逆に。あの、で佐渡さんが1時間って言うからギリギリまでやんなかったんですよ。1時間でどうせできるしと思ってね。昨日やったんでしょ。はい、昨日の夜だからもう、日付またいてましたよね。連絡がバンバン来たの、はい、こうどだから僕は思ってたんですよ。だって俺先週のかだから火曜日とか言ったっけ、もうちょっと1週間前ぐらいに言ったじゃん、はい、で俺の気持ちは、はいはい、とりあえずは白馬さんには楽な楽天、はい、でみんなそこそこ有名な知ってるところを振り分けたんですよね、はい、で1チームまずやってもらって、これあ簡単にうまくできたら2チーム目もお願いしようと思ってたらあそうです、待てど暮らせど連絡は来ないし、わからないことあったら連絡してくださいねって言ってるのに、はい、グループラインは動かないし、はい、いけてんのかなって思いながら聞こうかなって思いながら、まああれか、まあ、みんな忙しいっていうのもあるし、せかしてもあれかって思いながら、はい、自分で6か7ぐらいはやってるのね、一人で、はい、そしたら奇跡の昨日ですか、はい、いやで1時間でできるっていうから、じゃあもう前日の夜に1時間でちゃちゃってやろうと思ったら、うん、意外と大変だったっていうね、みんなが労力かけて調べた、はいはい、そうです、はい、ずっと言ってたね、はい、大型企画、うん、今回から12日にわたってやるこちらです、はい、12球団外国人スカウト編成能力総チェック、はい、おー、やっとですね、はい、はい、でこれあの、うん、調べるのがやっぱ面倒くさいんですよね、うん、そうですよね。あと基準決めたりもしないといけないですね、はい、今回はね、前のドラフトよりも1回やったんで、はい、うん、もうちょっと詳しく基準を書いて、はい、あとはやっぱりね、あの助っ人外国人選手ですから、うん、ノルマは上がります。あ、だからか、意外と厳しいなと思って、はあ、やっぱそれぐらいだって、うん、バリバリのレギュラーを取ってきてるわけだから、はい、新人選手とはノルマが違うわけですよ、うん、はい、それもうトップレベルを競ってくれなきゃいけないんで、はい、あのちょっと幅あります、うん、評価基準の、はい、だからそこと評価 の、うん、あの内容は12球団終わったら言います。終わったらなんですね。だから今回もね、うん、皆さんこれを各球団見ながら、うん、このランク付け、はい、これはどうなんやっていうのを考えながら楽しんでもらえると、ね、はい、前回も結構当たってる人いたんで、そうですね、はあ、うん、そんな難しくないと思うんでね、はい、考えながらやってもらいたいっていうのと、はい、あとはまあこれでね、うん、懐かしの外国人選手も出てくるんで、はい、そうですね、私調べてたら聞いたことないとか、こんな選手いたんだっていう人結構いる、楽天なのにでしょ、はい、僕も全然いました。もうイメージもない、うん、イメージもない割に結果残してる選手とかもいたりするんで。あ、そうなんですか。 あと交流戦やる前はセリーグ若干ちょっと分かんないんで、はい、そこら辺もで今回はですね、はい、年度はさすがにそんな広げたら5時間6時間かかっちゃうんで、はい、1999年、はい、だ僕が入団した1年目から2020年までだ約20年間の外国人在籍選手を調べました。そうなんで、ちょっとあの思い出話も喋れないん で、ね、全く知らないになるんで、さすがに、はい、ポンセとかも何気に分かんないからね。あ、そうどこまでかは、うん、ポンセは知ってるけど、はい、どんなにすごかったかは記録以外で分かんないんで、私も名前でよく聞きますけど、うん、どのぐらいの方だったかは分かんないでしょ、はい、だからここはやっぱ思い出話も語れるように、うんうん、99年だから99年在籍してたら、はい、もし96年ぐらいから在籍したらその人も込みです、はい、その成績も加味します、うん、っていうところで、はい、どの球団が一番、はい、外国人スカウト素晴らしいのか、はい、チェックしていきたいと思います、はい、記念すべき第1回は、はい、ロッテから。おお、もうロッテから行っちゃいますか。一番まあ喋りやすいじゃないですか、はい、知ってるし一緒にやってるっていうところもあるんでね、はい、なん初めてなんでね、はい、どうやって説明していこうかっていうのが難しいところですけど、だ99年、はい、ボーリックですよ、はい、ボーリック、ブレイディ、そしてウォーレン、クロフォード、ハートグレイブスっていうね、はい、99年は 1,2,3,4,5 人の選手が外国人いましたけども、はい、こっちが打者でこっちが投手なんですよね、うんうん、
で、ボーリック、はい、まあ、僕も99年入団なんで分かりますけど、はい、ボーリック最初2軍にいたんですよ、はい、全く出ないで、はい、で、見てましたけど、こいつは絶対活躍しないと思いましたね。へえ、どこ見てそう思ったんですか。いや、めっちゃ守備はヘボいわ、全く打たへんわ、はい、打席からめちゃくちゃ離れてるわ、アウトコース届けへんわ、はい、でも体はめっちゃごつかったんですよ、ちっこかったんですけど、はい、えみたいな、うん、どうした、はい、なんで取ったのみたいな。結構経験というか実績はあった方だったんですか、ボーリックさんは。メジャーの、はい、あったから取ってんじゃないの。まあそういうことですよね。そこまでは知らないのね、はい、うんうん、その当時も、はい、でもなんだこれ、スイッチで、うん、守備も守りもヘボいし、はい、やばいなんで2軍でこれ絶対無理やろって言ったら、急に上がったんですよ、はい、5月かなんかぐらいに1軍にね、はい、で4月終わりか、うん、で暴力1軍だって言うと、はい、何もやってないのにみたいな、2軍ですら打ってもないのに2軍で打ってなかったんですか。打ってない。へえ。で、いや無理っしょって言ったら、はい、上がった瞬間、はい、代打でホームランです、はい、でそっから打ちまくって、はい、ボーリック神話って言われるぐらい打って、はい、そっからめちゃくちゃ活躍したんですよ、はい、だって通算成績が2割66厘ホームラン92本、まあ3年ですけどね、はい、だから4年間いたんですかね。99年から2003年まで そう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 、いたんですけど、はい、あ2002年か2002年までですね、2年まで、はい、3年間ですね、いたんですけど、めちゃくちゃ打ちまくって、うん、はい、やっべえと思ったんですね。あんなにダメだったのにみたいな。そんな変化するもんなんですね。そう でボーリックがホームラン打ったら、うん、はい、絶対に負けないっていう、はい、ボーリック神話みたいなのが、はい、できたのが最初ですね。うーん、でブレイディも絶対こいつも無理やと思いましたけど、はい、本当に無理でした。あ、本当に無理だ。よくわかんないよね、はい、そうですね。でもまあだからスカウトもいいと思って当たることもあれば当たらないこともあります、ね、そう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 、うん、あとウォーレンが、はい、ウォーレンめちゃくちゃすごかったですね、はい、ドレーンで曲がってて、うん、で東尾さんにボールに傷つけてんちゃうかって言われて、うん、サンディベンチに指立ててました、はい、アウト取った後、すごいですね。やばかったですよ。あとホームゲッツー、はい、ホームにゆっくり投げれないんで、うん、はい、ピッチャーゴロ全力でホームに投げてきて、はい、暴投です。練習の時とかマジ怖かったですからね、はい、僕まだ入ったばっかりで一軍のキャンプ行ってホームゲッツーって言って、うん、はい、ほんの15メートルぐらいから全力で投げてくるんですよ、はい、まあ、どうやって取るんやみたいな。で案の定公式戦でホームに暴投投げてました。絶対無理って言って、だからゆっくり投げれないんですよ。すごいこう闘志あふれる感じの、うん、そう激しかったですね。激しい感じ、どっちか、うん、守護神だったんですよ、うん、あ、そうなんです。でタイトルも取ってて、うん、はい、でクロフォードが、はい、クロフォードはもう普通のピッチャーでした。うーん、であと牽制大好き、もう牽制ばっかりするよ、はい、サイン出しないのに早くこっち投げろって思うぐらい。でも普通のピッチャー気にしいなんですかね、うん、であとハードグレーブスは、はい、プロ入ってから見たピッチャーの中で一番速いと思ったんですね。プロってやばい、めちゃくちゃ速いと思って、はい、そのキャンプので紅白戦立った時にめちゃくちゃ早いじゃんと思ったけど、うん、ただ俺がヘボかっただけで全然通用しなかった、はい、まだじゃあ目ができてなかったんですね、はい、でこのここで言うと、はい、評価はですね、はい、ボーリックは GAA です。おー、GA、はい、あとウォーレンが S、 S でブレイディ、クロフォード、ハードグレーブスは無印です。うん、はい、で続いて、はい、これ何時間かかるんだろうね、説明するのね。いや、そうです、一人一人思い出語ってたらそんなに、ね、気になる、うん、パーッと流そうかな、はい、で2000年打者バリーっていう、はい、全く活躍しない選手が来て、うん、でクリス・ロバーツ、ノットと、はい、ピッチャー受けてても若くても俺はこいつら無理だなと思って全員無印、はい、まあ、2000年は誰もね無印、はい、で2001年からメイ、はい、メイはメジャーバリバリメジャーリーガーで、うん、めちゃくちゃ評価高かったらしいです、はい、でみんなから尊敬されてました。で AA です。はい、で2001年から2003年です。でミンチ、うん、S、はい、来ました、ね、広島から、はい、これ何の、あ、ダメダメ、評価対象言っちゃいけないんだ。そうです、そうです。 S バスだから S、はい、S はもう、はい、ナイス、もうすごい、もうすごい、もう S はもうトップ立った、トップ来てくれてありがとう、あ、そうそう、もうトップみたいになって、はい、で A はもう取ってきた人大成功、はい、で B はでもね、 A、B でもこれランクついてたら、はい、とりあえずすごいよ。そう、いや私今回は評価基準知ってますけど、うん、結構ピッチャー厳しいですよ、これは。野手も厳しいよ、野手も相当厳しいですけど、うん、私楽天やっててピッチャーほとんどランクつかなかったですもん。それぐらいは求めるでしょ。まあ、そうですね。だから今度は先発中継ぎとかね、はい、抑えとか、うん、全部事細かくやりましたけど、はい、
助っ人外国人だったらそれぐらいやってくれなきゃ困るでしょ、はい、だからその中でも小刻みにして、はい、だ C は野手もピッチャーも C はもう C はできてないとやばいよっていうで BA はもうそこからどんどんすごくなっていく、はい、で S は頂点みたいな、うん、だもう C ある時点で結構すごいんですよ。そうですね、はい、そんな感じです、はい、うん、基準はでもだから C 無印はもう誰取ってきとんじゃっていう、はい、誰取ってきとんじゃみたいなっていう感じで、ね、で一応 D もあるんですけど、はい、もうこれはチーム事情だねっていう、あ、なるほど、チーム事情で D ついただけで、うん、まあまあみたいなこんな感じ、うんうんうん、はい、はい、私も基準今回知ってるんで、はいはい、ミンチは S です、はいはい、ミンチ僕2002年初めて開幕スタメンした時 の、うん、あのピッチャー開幕で投手です。で思い出深いですね。そうですよ、カーブでもコミュニケーションなかったから全く分からなかったこっちもいっぱいいっぱいででもサイン合わせられるんですかそういう時は、うん、だからもうなんか相手を抑えるっていうより何あげたいのかなって思いながらサイン出したって あとシコウスキー、はい、A です、うん、この年すごいじゃないですか。2000年2001年入り、そうそう、しかもシコウスキーはあの2001年から3年まで来てでまた8年から9年来て、はい、で西武とかヤクルトとか他の球団も行ってるんで、うん、シコウスキーでもシコウスキーめっちゃいいやつなんですよ、うん、すごい素晴らしい、はい、今まで出てきた中で一番いい選手ですよ人間的に。へえ、どういう時コミュニケーションもいいし、はい、あのその素直だし練習めちゃくちゃするし、はい、めちゃくちゃ一生懸命だし、はい、人間的にも素晴らしいです。へ、後でちょっとちゃんと顔チェックします、はい、で2002年誰もいないんですよ。いないですね、はい、だからここら辺はボーリック・メイがいるんで、はい、だこの優秀な選手を取った場合は人取ってないんですよ、はい、だその選手だからボーリックとメイが2001年から多分あの2年3年までやってるんで、多分2年に外国人取る必要ないんですよ。そうですね、ボーリックとメイがいるん で、はい、でピッチャーもあのミンチーとシコウスキーがいるんで、うんうん、やっぱり4人しか取れないんで、はい、だここ2年は取る必要ないんですよ、ね、うん、それぐらいいい選手が取れたって。そうです、ピッチャーはミンチー、シコウスキー、バッターはボーリック、メイっていうのがいるんで、はい、なぜそれなのに勝てないっていう、はい、A もいて、 A もいて、 S もいて、なんで勝てないっていう、日本人選手 がダメだったんでしょうね。はい、すいません、言っちゃった。はい、で2003年、はい、ホセフェルナンデスきます、はい、A です、A、であのリックショート、はい、あのレフト で、はい、であのホームランはないけど、まあ、10本ぐらい打つけどもう3割打つっていうね、はい、完璧アベレージヒッターでしたけど、ショートもいい、リックもいい選手でしたね。2人ともじゃもともとロッツにいて楽天に来て、そうそう、2003年ロッツに来て、はい、でレフトでね、いつも飛びつく、やめてと思いながら、うん、もうあのハッスルプレーしすぎて、はい、あの取れるかどうかは飛びつくのはいいんだけど、はい、絶対取れないやつも飛びつくからキャッチャーから見てて違う、やめてーと思って飛びついて三塁打ガクってくるでもそれぐらい一生懸命、あと俺の初めての規定打席、はい、到達するかどうかの時に楽天で、はい、あのタックルされて肋骨骨折、はい、お前チームメイトだったやろっていう、あ、骨折、そうそうそう、で2004年、はい、ここからボビーです、ベニー・フランコ、うん、イースンヨプっていう最強の選手が来ます。この辺の名前をよく佐藤さんから聞きますね、はい、うん、だベニー A、イスンヨプ A、はい、でフランコが GA です、うん、お、初めて G で、 G ボーリックに次いで、はい、出てきましたね、新しい査定 G は何なんだろうっていうね、はい、GA、うん、でピッチャーはセラフィニ、はい、B です、みんなランクついてますね。そうなんですよ、うん、やっぱボビーが連れてきたのはすごかったですね、はい、でベニーは2004年から9年まで、フランコは2004年から6年まで、うん、でセラフィニ4年から5年、イスンヨプは4年から5年いたんで、はい、複数年いるじゃないですか、うん、で5年にパス口きます、はい、あの当たったらすごかったです、はい、バッティング練習は、ね、一番すごかったかもしれない、うん、パス口が、でも、ね、当たらないの、 あとあの短い期間だけ活躍する、はい、だポッと来てパッと終わる、ね、あ、でも当たったらすごい、当たったら めっちゃ期待かかるけど、うん、打たなくなった、うん、でもフィアンセはめっちゃスタンドで言ってたらしい、うちの使ったらもっと打つのになんで使わへんのやって言ってたらしい婚約者で、2006年ワトソン、うん、ワトソンもいきなり来てめちゃくちゃ打ったけど、はい、やっぱり長く続かなかったね、うん、無印 で、はい、で2007年オーティズ、うん、これオーティズはこれもオーティズもオリックスいたりとか、オリックスから最初いてロッテに来たのかな、はい、セカンドを抜けてグローブ投げちゃって、うん、はい、ボールに、はい、で当たってスリーベースになったっていうプロで初めて見たっすね。へえ、そんなプレーが。でボビーにめっちゃ怒られてたっすでもなんでグローブ投げたか微妙、はい、少年野球以来初めて見た、プロでグローブ投げて一塁が抜けていったやつグローブ投げて当たるっていう、よく分かんなかった、はい、オーティズ。へえ、あとロッテの時にオーティズに聞いた一番衝撃の話が、はい、やっぱ外国人選手でファミリー連れてくるじゃないですか、はい、で子供もロッカー着てて、うん、結構複数人いて子供が、はい、でその時2人いて、え、何歳何歳って言って、で、たら最初あの時何歳だったの、5歳と5歳って言ったのかな、はい、5歳と5歳、おー、つえーんって言ったの、 No、
前のワイフ、今のワイフ。おお。え？すごい。おお、想像しなかった。それはすごかったね。衝撃的だった。あと、いけますか？あとね、ズレーダ。はい。2008年ね、ダルビッシュから同点の4対0で負けてて、同点の満塁ホームランを打って、で引き分けになったっていう。はい。で2008年アブレイユ、はい、あの抑えできたんですけど、うん、やらかしちゃってね、はい、広島で勝ってたのにボコスコ打たれて、はい、これは無理やって思った、受けててね。で2009年ムニス、ランビン、バーナムジュニア、はい、でここは全員無印、うん、で、2010年、はい、下克上優勝、はい、キムテギュン、うん、10年11年 B です、はい、でピッチャーはマーフィー、ペン、コーリー、うん、でマーフィーが B、はい、マーフィーも最初細かったのになんかブクブク太っちゃって、まあ、俺が言うことじゃないんだけど、はい、全然動けなくなって、たまに切れ味なくなっていったんですね、日本食美味しかったんですかね、多分そうだと思う、うん、で、11年からカスティーヨ、うん、はい、で、ロサ、ピッチャー、BB です。ロサは本当にいいやつで、はい、ロサいきなり最初来た時に、まあ、ストレートが持ち味じゃん、中継ぎだからね、はい、でストレートバンバン投げて最初打たれてて、その時の監督コーチから、はい、もうあの変化球もっと投げろ、ストレートばっかり投げんなって言われたらしくて、で俺になんか聞きに言いに来たのね、はい、俺キャッチャーだったからね、うん、こうやって言われたって言うから、うん、どうしたらいいかも今分かんなくなって悩んでるって言って、通訳と一緒に来たから、はい、で佐藤どうしたらいいと思うって、うん、そんな奴らの言うこと一切聞かなくていいって言って、だって、はい、うん、お前は今までどうやって成功してきたんやと、うん、何があったからこうやって日本に来たんやと、うん、ね、一番の持ち味と得意なのはストレートちゃうんかと、はい、だそうやつ、うん、それで今まで野球界で生きてきたわけやつ、はい、それをなんで今さら変える必要性があるんだと、うんうん、だからお前は思い切ってそれを投げとけいいんやと、うん、あとはこっちが左右で指し図してうまく抑えれるようにやってやるから、はい、そんなもんお前いいもん出しとけんからまっすぐまんま投げとけいいんやつって、はい、変化球なんてたまにそれを生かすために投げればいいだけで、はい、今さら変化球投手になっても持ち味消えてるやろって言ったら、はい、うんって言うから、うん、だからもうあの次の時もそんなやつら言うこと一切聞かなくてもいいから俺の言う通りやっといたら抑えてやるからあの思い切ってこいっつって、はい、うんっつって帰っていって、もう次の試合まっすぐばっかり出して抑えてやってよっしゃっつって、うん、そしたら、はい、もう何でも言うこと聞く。もう思惑通りみたいな。そうそう、全力で変化球たまりだけ投げてまっすぐ生かすだけのために、はい、でまっすぐばっかり投げて抑えてガッツポーズして、で終わった後、うん、わなあいけるやろ俺言った通りやったらいけるんやって言って、だからしょうもないこと言うこと聞かないで何かあったら俺全部言ってこいって言って、はい、もうそこからも超いい関係。いいですね。そういうのもね、外国人投手には大事、はい、だってやっぱり異国の地に行って、うん、周りに知ってる人もいなくて頼りたくない時にそうやって言われてやっぱ悩むじゃんね、はい、そうですね、だからそこを悩ませないマネージメントも、まあ、俺は大事だと思う。はい、であとマクローリー、登板ゼロ、うん、何しに来たんやっていう話ね、はい、あのだからなんで取ったんやっていうね、うん、で12年ホワイトセル、ヤクルトから、はい、無印で、13年ブラゼル、はい、ね、無印で、ピッチャーゴンザレス、うん、無印、もうここで、あ、その前にブライシンガーが A、はい、だからここら辺はね、ちょっとあの横滑り感が多すぎるね、取ってくるっていうより日本にいて戦力外になったピッチャーを取ってきてるっていう、うん、ちょっとはって思うね、だから見つけてきてないんですね、ちゃんと。そうそう、だからここね、ボビーがねずっとやってたから、2009年でボビー辞めて、はい、10年からボビーに任せっきりだったスカウトを一からやらなきゃいけなくて、はい、うん、ここからねちょっとマイナスがね進んでいくね。あー、なるほど。だ、起点はこの10年からだと思う、はい、そこまでに比べたらあんまりいなくない、数値がね、ちょっとランクが少ないです、うん、で14年ハフマン、はい、無印、あんでデスパイネ、うん、B、はい、14年から16年3年デスパイネは最初ロッテですよね。そう、一番最初ロッテ、うん、で、クルーズ、うん、これ GCC です。 GCC、 おー、はい、守備めっちゃ上手かったですね。そうですよね。で打つのもそこそこだったんですけど、ジャイアンツ行ってからちょっとね、はい、上手くなっちゃったんですよ。ショートとかセカンドとかね。そうそうそう、あのままねロッテ行った方がよかった。で15年はペクチャンスン、無印、はい、イデウン、D、うん、チェン、C、はい、16年ナバーロ、無印、うん、スタンリッジ、無印、はい、で17年からパラデス、サントス、ダフィー、ペーニャ、うん、ドミンゲス、ペゲーロ、シェッパーズ、オルモス、無印、みんなもうここら辺ほんとやばい。はぁ、本当ですね。で18年ボルシンガ、うんうん、ボルシンガ S、はい、でも2年目がさっぱりだった、はい、でレイビン、ブランドン、無印、うん、でレアードが A、 A、 でマーティン、B、 うん、フローレス、ジャクソン、
チェンウェイン無印のハーマン C です。おー、まあでもちょっとこの何年間が本当に停滞しましたね。だからやっぱ2010年以降、うん、2010年までと10年以降だったら全然違うでしょ、うん、違いますね、はい、ちなみにですねロッテの外国人、はい、平均在籍年数は 1.84 年です。ああでも、まあ、でもこれがね多いかどうか分かんないん でこれがどういう数字の評価になるか分かんないんで、はい、これは各球団やりながら考えていこうっていう、はい、はい、分かりました、はい、さあということで、はい、発表してきましたけど、はい、ここで数字発表します。はい、はい、いやかなり点数決めましたもんね、細かく、細かくね、はい、だロッテの外国人、評価得点はこちらです。じゃらららら、じゃん。160点。おい。これが高いのか低いのか分かんないですけど。全く分かんない。はい、でも暫定1。暫定1。はい。おめでとうございます。ね、ここからどうなるのか。こっちやっぱ得点いいですね。はい。なんかいいとか悪いとか、この前のドラフトの時もやりましたけど、うん、はい、なんかね西武が一番いいとかあったんですけど、うん、主観になるから。そうですね、結局ね、うん、この得点をやっぱちょっとずつ進化していってるっすね、里崎チャンネルも。いや考えてますね、うん、はい、でもロッテが見事暫定1位ということで、うん、明日からも候補期待です。今回は阪神タイガース、はい、セ・リーグいきます。はい、外国人スカウト評価、うん、そうですね、今暫定1位はロッテなんでね、はい、まあ、ロッテしかやってないんでね阪神がロッテにまず勝つかどうかっていうところでね、はい、やっていきますけども、はい、阪神はねスタッフの方にやってもらったから、はい、僕も初初見です。はい、99年、マーク・ジョンソン C、 マイク・ブロワーズ内野手、はい、無印です、うん、知らんな。おここだからやっぱ交流戦ない時は、はい、正直そこまで追っかけてないし、プロ入っててそんな忙しいし、そうですよね、自分のことで精一杯やし、はい、交流戦が何年からでしたっけ。2005年からです。5年から、じゃあだいぶ知らない人いっぱいいるんじゃないですか。そう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 、うん、で99年からピッチャーがメイ、ダレル・メイ、うん、リベラ、はい、Bカートミラー無印で2000年、はい、ピッチャーグレッグ・ハンセン、うん、D ロベルト・ラビレズ無印、はい、打者がハートキーバトルフランクリン無印のタラスコ D、はい、これやっぱ阪神ファンの人でもああいたなーって今そうです ね、 すね、全く覚えてないからだからフランクリンは多分あの日本ハムにいたんですよね、はい、でそれでタイガースに来てるんですけど、マイカ・フランクリン、はい、で続いて2001年、はい、カーライル、うん、D、はい、野手イワン・クルーズ、トム・エヴァンス、エドワード・ペレス全員無印、はい、ちょっとやばくないですか。うん、ちょっと今のところやばいですね。ちょっとね、はい、2001年まで、2002年、はい、ムーア、うん、CC、 おー、マーク・バルデス投手 A、 お、初の A、 A 来ました。うん、で続いてアリアス、オリックスにいた、はい、G2AA、 おー、なんかすごいの来ましたね。数字入った、数字入った、はい、G2AA でちょっとこれ分かりやすいですね、評価対象がね、うんうん、でもアリアスはね、はい、これまた後々言うけど、はい、俺別に阪神負けは言うけど、俺と袴田さんは阪神のことが嫌いなわけでもなんでもない、ただこれを評価基準としてやっていかなきゃいけないから、はい、アリアスの場合はオリックスに在籍してからのやっぱこれで、ね、アメリカ、ドミニカとかそっちから連れてくるのと、日本にいた中でいい選手をお金で取ってくるのは、はい、ちょっとあの目というところではちょっと違う部分になるので、はい、他の球団もね、はい、そういう横滑り感のマネーゲームで勝ったっていうところもあるんで、そこはちょっとねあの考えながら、はい、あの評価対象にそうです、ね、していきたいと思います。はい、はい、続いて、デリック・ホワイト無印、はい、2003年、はい、ジェフ・ウィリアムス、うん、JFK の J ですよ、はい、7年在籍してますからね。本当だ、2009年までいた、はい、7年在籍って結構すごいですよ、うん、なかなかないですよね、はい、でピッチャールー・ポート無印、はい、ジェロッド・リガン無印、モレル無印、ホッジス無印、マイヤーズ無印、はい、でバッターキンケイド無印、はい、2004年全員無印ですね。まあ、でもアリアスがねいるから、まあ、バッターはね、かにだからここの一人がいるっていうのも大きいわけよね、はい、2003年入団のね、あ 2年入団のね、はい、だからこういうのもね、だからここあんまり野手取ってないっていうのもあるんだよね。確かに。で逆にピッチャーはこのグっていうのがいないから、やっぱこのね中継ぎも含めて取ったけど、うん、まあ、うまく機能してないっていうね、はい、で2005年、はい、アンディ・シーツ、うん、G3A です。おお、シーツもね、はい、
広島さんから、はい、うん、滑ってきたっていうところもあるんで、はい、うん、でも手術は本当めっちゃだから G3 ですからね、うん、素晴らしいですよね、すごいですね、うん、日本手術やりましたけど、はい、でスペンサー、はい、D でピッチャーオクスプリング、ボーグルソン、ジャン、無印、はい、で2008年からアッチソン、A、リーソップ、無印のバルディリス、無印、はい、2009年でピッチャーがジェン、はい、無印、うん、で2009年メンチ、無印、ブラゼル、S です、はい、でもねこのブラゼルは横滑りって言っても違うんですよ、はい、これはね、そうなんですか、はい、横滑りでもマネーゲーム横滑りとサイドを見つけてきた横滑りっていうのがあって、はい、このブラゼルの場合はサイドを見つけてきた横滑りなんですよ。だからこれ西武の時にも話しますけど、はい、ブラゼルはまあ西武にいたんですよね、はい、で、まあ、ボカチカとともにクライマックスシリーズでのと日本シリーズの活躍次第で契約するかどうか決めるって言ったところで、うん、まあ、結局両シリーズに出場できないで、はい、まあ、頭部支球による故障から復帰のめどが立たなかって退団だったんですよ、うんうん、で2009年オリオールズとマイナー契約を結んで、はい、スプリングトレーニングで招待選手として参加しながら、まあ、解雇されてメジャー復帰ならなかったんですよね、うん、で複数球団のマイナー契約のオファーがあったが、まあ、独立リーグに行ったんですよね。でそこで開幕から6試合で5割5分6厘ホームラン4本11打点好調だって、で、まあ、メンチが打撃不振だったところで阪神の目に留まって契約だったんで、一回アメリカ帰ってるんですよ、はい、で帰ったところをもう一回見ていけると思って引き戻してるんで、はい、これはグッド。あ、なるほど。だから前年まで違う球団で、うん、マネーして、はい、出てたのは若干疑問作るんですけど、うん、このブラゼルに関してはグッドです、うん、逆に西武はね、はい、もったいないことしたんですね、うん、そうですね、はい、でピッチャーメッセンジャー2010年、 S3 です。すごい。ホッサム、無印、うん、はい、スタンリッジ、BB、はい、だからここからちょっとね一気に来たっすね。だから2009年ぐらいから、はい、ブラゼル、メッセンジャー、スタンリッジで、はい、BB、うん、で、2010年のマートンが S4G4 です。おお、 S4G4、 初めての今までで一番すごいかも分かんないですね。本当にすごいですね。ね、うん、ないです、こんなこと。めっちゃ打ったもん。まあまあそうなんですね。だから阪神でいうと左のバース、右のマートンじゃない。はい。多分最強左右のバッターはね。っていうぐらい素晴らしかったと思うんですね。はい、でピッチャー2011年ザラテ、無印。はい、で12年補強なしの13年ピッチャーボイヤー、無印。はい、野手コンラッド、無印。14年オスンファン、S2。S2。で、でマウロ・ゴメス、はい、GS、はい、でピッチャーサンティアゴ、無印、ペレス、無印、うん、でここから16年、マテオ・ドリスが SS です。お、これはもうね、うん、後ろの下りで、はい、で、ピッチャーサター・ホワイト、無印、で16年、バッターヘイグ、無印。ここから結構大変ですよ。そうですね、はい、ここからじゃちょっと無印街道なんで名前だけで、はい、野手ヘイグ、無印、投手メンデス、メンドーサ、無印、はい、で17年からキャンベル、ロジャース、無印、はい、そして2018年、ロ、無印、はい、ディエゴ・モレロと両投手、無印のロサリオ、ナバーロ、無印の2019年、ガルシア、無印、はい、続きましたね結構、はい、そうですね。で10人ぐらい、ジョンソン A、 でこれはもうねメジャー復帰したいって帰ったんで、はい、これはねいいところ取ってきて、うん、複数年契約したいところでしたけど、でマルテ、はい、D、うん、ソラーテ、無印、でピッチャースアレス、うん、S、はい、しかも昨日かなんか阪神と契約合意して来年以降も複数年で、ここはタイガースちょっと大きいですね、はい、でエドワード・ガンケル、無印、ボーア、無印のサンズが C です。C、おー、まあ、でも結構固まってるところと本当にいないところと分かれてますね。そうですね、72人取ってるんで、はい、1.9 です、うん、1.9 年、はい、平均在籍年数は、はい、で72人、ロッテは68人だったんで、うん、まあまあ同じぐらいですね。うん、そうですね、はい、ロッテは、はい、今暫定1位、外国人、はい、総点数160点でしたけども、はい、うん、
タイガース総得点こちらです。でるーじゃん、207点。おーい、すごいですね。一気に1位。はい、いや、 やっぱちょっとマートン稼ぎましたね。稼いだね。稼ぎました。うん、すごかった。これマートンすごかったですね。だから今暫定1位が、はい、だから阪神、うん、で2位がロッテ、はい、この点数がどういう順番になっているか、うん、明日以降交互期待。さあ続いて3日目は、はい、まあ、パーセーでいきましょうか。じゃあ順番にいきましょう、はい、じゃあ今回は、はい、日本ハムファイターズ。はい、じゃあもうどんどんいきましょう。そうですね、日本ハムはね多少知ってますよ。はい、だからね99年、うん、ウィルソン、はい、97年から2001年まで左バッター、結構いいバッターで、はい、4年間いきなりですよ、はい、S3G2 です。おー、すごいの来ましたね。もうこの当時だともうウィルソンって言ったらもう本当、はい、球界トップクラスの外国人選手だったんですよね、はい、でバッターが99年から2000年までフランクリン、うん、そして99年からでオバンド、はい、だからフランクリン A、 オバンド GA です。いや、みんなすごい。すごいでしょ、はい、でピッチャーがオレラーノ無印、シュームストロム D、 ウィッテム無印です、うん、オレラーノなんて2軍でめっちゃ対戦したっすからね。あ、もう常に2軍いた。そうか、この頃2軍ですもんね。そうそう、99年、もうだからウィルソンとかフランクリンとかオバンドとか、まあ、はい、オバンドはね晩年いたから対戦したことあるんですけど、はい、ほぼ対戦してるのはこの俺ら。めっちゃいた、もう何回も対戦した。鎌ヶ谷で、鎌ヶ谷で、はい、今日も俺らのみたいな、はい、でどうだったんですか。2軍では普通に良かったよ。うん、でも1軍じゃ、ね、はい、パッとしなかったけど。うん、で2000年、はい、それ野手取んないよね、うん、ウィルソン、フランクリン、オバンドいるから、はい、野手だから野手ゼロ、うん、でピッチャーがミラバル。2000年からミラバルもやばかった。へー、 A です。 A、 すごいいいピッチャーだったんです、はい、でも人生で初めて4安打打ったの、はい、ミラバルですよ。1試合。じゃあ得意だったんですね。得意っていうかもうその時一生懸命だから、はい、必死だから得意とかないけど、はい、2000年あ何年か忘れたけど、まだ東京ドームの時に最後3安打打って試合負けてて9回で、はい、で2アウト、うん、で僕です、はい、で前のバッターが初球初球打って2アウト、うん、で初球打ってやりました。また、はい、へー、打ってこないだろうと思って多分真ん中来るやろうと思って、はい、で4安打だった思い出のピッチャーです。でピッチャーと近江、ちょっとここから2002年にかけて言っていっていいですか、いっぱいいるから、はいはい、近江、ダティス、サンダース、シールバック、フリューリー、無印です。はい、全員ピッチャーですね、はい、ほぼ知らない、はい、シールバックは聞いたことあるんですね、はい、あとはいい、分かんないですね。うーん、一緒にもう記憶にないですね。でも無印ってことは、まあ、2軍にいる可能性高いですね。あるあるけど俺らのだけ知ってる。うーん、他は全く分かんないですね。あと2002年に打者でクローマ、はい、C、うん、で2003年エチェバリア、はい、A、 ピッチャーが2004年からループ、うん、無印、知らない、はい、ループで2004年からセギノール、はい、SG2 です。おー、セギノールはねもともとオリックスにいて、はい、でどっか行ってまた帰ってきたのかな、日本ハムに。セギノールに2007年クライマックスシリーズ、はい、今日勝った方が日本シリーズっていうところで、はい、成瀬のチェンジアップバックスクリーンに放り込まれて負けました。おー、でも左バッターの時にインコースの膝元のスライダー全く打てないんですよ、はい、もう全空振り、はい、だからもうそこばっかり投げてて、はい、でもその代わりちょっと甘くいったらホームランですよ。だからその駆け引き、なるほど、インコースのストレートと膝元のスライダー、うん、あれがもう右もそう、だから右の方が怖かったですね、うん、左の方が穴多かったです。あ、そうなんですね。で2005年からバッターアルモンテ、はい、無印、ピッチャーはナイト D、うん、トーマス C、うん、D 無印のディアス無印です、はい、トーマス左ピッチャー中継ぎでね、背番号70番、はい、いい球投げてたんです。 D、うん、ホームラン打ちました。お、2006年マシーアス、だからもうアルモンテマシーアスで、2007年のグリーン、ジョーンズはもう安牌でした、はい、ボッツも安牌でした、はいはい、打ってると、いや打者だからもう抑えるの簡単でした。間違えた、そうですね、はい、2008年、ね、スレッジ、はい、2008年から2009年で DeNA にね契約まとまらないで行って、はい、12年帰ってきたんですけど、はい、BB です。 BB でこのね2007年のピッチャースイーニー B、はい、グリーン A、 天敵グリーンです。うん、 A です。はい、スイーニーは思い出はね、変化カウント球の変化球ホームラン打たない、全然打ちに行かないから、ちょっとボビーが、うん、ツーボールから変化球ホームラン打ったら監督賞って言って、はい、でスイーニーに札幌ドームでツーボールからスライダーライトにホームラン打ってもらいました、監督賞。おー、もらっ、でもその試合負けたのに言いに行って、
あの不機嫌そうにくれました。え、監督賞何もらえるんですか？お金です。おいいですね。で、天敵グリーンと、はいはい、で2009年打者ヒメネス、うん、無印ウィング、はい、一軍未出場、うん、無印。で2010年からウルフ・ケッペルが BB 両方、はい、カーライル無印です。だこのね、打者取ってるのはスレッジとかがねいるっていう。だからセギノール頑張ったですね、はい、セギノールからスレッジにシフトですね、うん、でここら辺はあの、まあ、新庄さんもそうだし、はい、稲葉さん、小笠原さんとかもいるから一人ぐらいいいんですよ、はい、外国人選手の野手はね、うん、でまあ、2人分取ってるけどそこが回らなかったって感じですよね、はい、で2011年、はい、打者ホフパワー D、 スケールズ無印、ピッチャーオビスポ無印、ジャイアンツから来てね、はい、で12年ピッチャーモルケン・トーマス無印、うん、で13年打者アブレイユ SG です。懐かしい、はい、はい、で14ミランダ D、でピッチャーがメンドーサ C、 クロッタ B、 カーター C、はい、で15年レアード来ます、うん、SG ハーミッダ無印、うん、ガラテ・ライブリー無印。このライブリーはね、僕も解説者だったんですけど、はい、日本放送で諸岡アナウンサーと、はいはいはい、ロッテ対日本ハム開幕解説してて、で長次そろそろピッチャー変わりそうですねって言って、はい、あ、このピッチャー出てくるんじゃないですか、はい、ライブリー、なんか図書館みたいですねライブラリーとか、はい、あれ間違うんじゃないですかって、はい、さっちゃんやめてよ間違うから、はい、でもなんかライブラリーに似てるじゃないですか、はい、ライブリーでね、はい、つって、で次の回にピッチャー変わったんですよ、はい、あ、ピッチャーここで何とかに変わりまして、あ、ライブラリーが出てきましたいや図書館じゃないですからつって、ほら間違えたじゃんつって言ったんですか？男性アナウンサーですか？あ、そうそうそう、実況ですもん、はい、実況アナウンサーがっていう思い出があります。へ、あとピッチャーマーティン、はい、A、バース D、 ここら辺はあれですね、日本シリーズで、うん、バース多分日本シリーズで関東賞かなんか優秀選手かな、はい、なんかもらってて、ここはあの日本シリーズね活躍した2人ですよね、はい、で17年からドレイク無印、うん、アルシア打者無印で17年エスコバ無印なんですけど、うん、これあの外国人選手の登録で一軍上がれなかったんですよね。あー、そういう事情が、はい、でそこであのラミレス監督が DeNA に引っ張ってトレードになったんですよ、はい、でそれで DeNA 来たらもうあのすごい大活躍、ね、本当です、今はそうですね、ああって日本ハムの人ああと思ってんじゃん、あそこまでなるとはっていうね、だって左で160キロですからね、はい、で18年からマルティネス C、 ロドリゲス D、 で19年ワンボーロン無印のビアヌエバ無印、ピッチャーがバーベイト無印のバーヘイゲン無印。あ、近年がちょっとダメですね。そうですね、うん、まあでもだからそこだからね、ちょっとこう苦しいじゃないですか、うん、あ、日本ハムも、はい、でもドーンっていう選手は何人かいますね。そうなんですよ、だからやっぱり思い出、僕がもうこのね2003年ぐらいからのこのずっとの選手たちはね、はい、苦しめられた選手ばっかりですよね、うん、だからそのでもちょこちょこにかなキーはいますよね。いますね。キーがだから打者だとあのセギノール、はい、スレッジっていうところが、まあ、10年にかけての2大巨頭ですよね、はい、であとは野手はね、稲葉さんとか小笠原さん、あと小屋の、うん、で金子さんとか田中健介、飛距離、新庄さんもそうですけど、うん、で高橋慎二とかそこら辺がいたから、まあそんな多くはね、まあ2人活躍しなくてもっていうところもあるし、はい、その強い時とか優勝した時ね、スイーニー・グリーンっていうピッチャーもね2人しっかり揃えてるっていうところがね、うん、チーム状況的にはいいし、はい、で今度ねその2016年の日本一になる時は、うん、マーティン・バースっていうところ打者レアとかね、で大谷とかもいたし、そういったところもこういい形でやっぱ外国人揃えれてるところは強いですね、はい、でもそこが揃えきれなくなるとちょっとバタバタする。だから最近のそうですね、ここ本当に 3,4 年ですね。17年だからその日本一になってからのところで、うん、もう打者はだからレアード放出してからの打者全外れですからね。そうですね、だからレアード放出したのも僕の想像ですけど、はい、清宮を使いたかったんですよ、うん、でもレアードがサードにいると、はい、外野は近藤、西川、太田、うん、でファーストに中田が座ることがあったんで、その、まあ、DH になっちゃうじゃないですか、はい、だからそこで、まあ、清宮をレフトとかっていうところを動かすためにレアードを放出して近藤とか清宮サードできんかなチャレンジしたんけどできなかったっていうところがね、うん、このちょっと不作だったところかなっていう、はい、だからあのままレアードをね放出したっていうのも大きかったし、うん、まあ、お金で揉めた可能性もありますけど、はい、それ以降のハーミット、ドレイク、アルシア、ワンボールのビアドネームが誰も活躍できないっていう、ね、はい、だからこの20年で4人もそこそこのバサがいったら上等なんですよね、うん、そうですね。だからその次がいないってね、はい、でピッチャーも最初は、ね、ミラーバルとかいて、うん、でスイーニー、グリーン、ウルフ、ケッペル、うん、マーティーってこっからいないっていう、はい、
だバランスいい感じで取れてますけどね、うん、まあ、散らばってますね。そうそう、だってこれね、うん、A ばっかりって無理なんですよ、はい、外国人4人しか登録、今はねコロナ禍で5人なんですかね、4人までしか登録できないんで、はい、こうまばらになるのは仕方ないですよね、うん、その中で柱がどんどん乗っているっていう、そうそうそう、で一番最高は取ってくる選手がほぼいないっていうところがあったらすごいですよね、いるから取らなくていいっていうね、確かに、はい、だから結局いないからいっぱい取ってこなきゃいけないんですよ、うん、この2000年みたいなことですよね、そう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 、うん、あんまり取らないっていうところがいいチームで、はい、いっぱい取ってきて活躍してる選手が少ないのはダメだっていうね、うんうん、確かにチーム事情が見えますね、そうですね、はい、さあということでちょっと集計しましょう、出しましょうか、さあということで、はい、集計が終わりましたけど、編集上カットされてますけどね、はい、あの日本ハムは58人の外国人選手、はい、で、平均年数は2年です、おあれ、じゃあ他の球団に比べると取ってる人数も少ないし、少ないですね、在籍も長い、うん、だからコスパいいですね、いいですね、はい、その中で活躍してる選手もしっかり出してるんで、うん、これだからね、数多いからって多分得点数上がんないんですよね、うんうん、正直出れる人数決まってるんで、はい、でも少ないってなるとやっぱ効率はいいですよね、そうです、そこら辺はちょっとね評価に加味するところもあるかもわかんないですね、はい、ちなみにじゃあ総得点はこちらです、はい、じゃらららららじゃん、10070点170点、今暫定2位、2位です、タイガースが1位で、はい、200点超えで、はい、ロッテが3位、おお、そうですね、しかも、まあ、取ってる人数も少なくてこんだけ点数出してるっていうのは、そうですね、だから今までで言うと最小人数ですね、はい、だからまあ効率はいいですね、いいですね、だからあのお金をかけないでしっかり点を取ってる、うん、でも平均何点になるか分かんないんでね、そうですね、この170点もまだ高いか低いかが、はい、よくわかんない、今のところ阪神王ってなってますけど、うん、これが実は後々の球団見てみるとあれってなるかもしれないし、はい、まあね、どうなっていくのか、はい、皆さん交互期待、さあ横浜、はい、お早い、横浜ベイスターズからの DeNA、はいはい、99年からサムネに横浜って出てますもんね、出てるんですよ、そうですね、横浜、はい、こんちゃこんちゃ言わなかったね、あ、言ってないです、はい、こんちゃ、こんちゃ、こんばんは、どうしたんですか、はい、どうしたんですか、いや、ご飯食べたんでね、あ、そうですね、はい、ちょっとまったりしてますね、そう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 、はい、はい、ということで、はい、はい、99年からだから横浜はね、98年に日本一になって、はい、その翌年からっていうねところで、はい、あの外国人選手96年から99年までジョー古川さん、はい、今球団多分携わってるんですね、通訳かなんかされてると思うんですけど、であとポゾ、はい、両方無印です、はい、あとローズ、これがローズ、すごいですね、来ました、ローズ、ロバート・ローズ、はい、はい、S6G7 ですこんな数字あるんかって、だって93、93、94、95、96、97、98、99、2000年、8年8年いたんだ、8年いて、はい、G7、 G7、 わお、わお、まあ、G が何か言えないですけど、はい、G7 です、でももう7で7回とか今言っちゃってましたから、うん、なんとなくわかるかもしれないですよね、そうですね、はい、でも G は難しいよ、まあそうですね、うん、はい、で S6、 S6、 うん、すごい、すごい、これあれですね、はい、99年在籍した選手から2020年までの最強外国人できますね、はい、あ、そうですね、うん、全球団の全球団、うん、今ローズですね、はい、もう完璧ローズです、長年ずっといなきゃいけないしね、はい、長い期間、うん、なかなかね、しかも結果を出し続けるってものすごいことですよね、そうそうそう、2000年、はい、メローニ、うん、ペタンコート無印、はい、ズーバー、ドスター、サンダース、うん、無印、はい、ピッチャー、バワーズ、ホージマー無印、わー、2001年全員だから、ちょっとここら辺やばいですね、はい、で、2002年、うん、野手グラン、ロドリゲス、ヤング、うん、無印、はい、ピッチャードミンゴ、D、ホルト、D、うん、ターマン、無印です、はい、だからここら辺からね、うん、ちょっとあの低迷がね続いていきそうな予感がしますよね、はい、で、2003年タイロン・ウーツ、おお、ここで来ましたね、S2 の G です、うんうんうん、でも2年間在籍してなくて、はい、でここからドラゴンズに強奪されます、はい、そういうことか、そうなんですよ、はい、だからせっかく見つけてきたのにね、韓国野球から、うん、残念っていう、まあそうですね、はい、でコックス無印、うん、でピッチャーギャラードホワイトサイド、はい、でギャラードが D ホワイトサイド無印、うん、で2004年は野手の外国人取ってないです、はい、そう、タイロンウッズいるんでね、そうですね、まだこの年までいるんで、そうそう、取る必要ないんで、はい、でピッチャーマレン D、うん、バワーズ、ウォーカー無印です、うん、はい、で2005年ウッズがねいなくなって、はい、でここら辺もね、うん、野手田村、金城、村田とか、うん、結構
構野手を集めるんですよ、佐伯さんとか、はい、日本人で、はあ、だから多分外国人のバッターそこまでいらないなっていうところでウィット来ます。ウィット、はい、無印、はい、来ても、はい、でピッチャー、はい、クルーン、うん、BB です、はいはあ、ジャイアンツにね行った守護神、うん、100、はい、僕クルーンの159キロ打ってますからね。ああそうなんです、ヒット、うーん、めちゃくちゃ速かったんですよ、ね、人生最速です、打ったの、はい、僕が。で次ホルツ D、 ベバーリン、ソニア、無印で、2007年からディアス C、はい、でマット、ホワイト、チアソン、ウッド、ヒューズと、はい、2008年にかけて無印。これピッチャーものすごく取ってますけど、うん、野手ほとんど取ってないですね。そうなんですよ、だからそこの村田とかね、うん、そういったところで回せるから、はい、あの無理に取んなかったんですか、まあ、外国人いなくてもっていう。そう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 、それだったらピッチャー欲しいっていうところで、はい、だってもう 1,2,3,4,5,6,7 人取ってんよ、はい、ディアスの C のみっていう、はい、なかなか厳しい状況 で、はい、で2008年 JJ ファーマニアック、うん、ビグビー無印です。はい、だから打者はここまで約10年ローズとウッズだけです、はい、まあ、でも他がほぼ無印じゃないですか、はあ、だからきついですね。 A とか B とかもないんですよ。いないですね、こうドーンかドーンみたいな、はい、真ん中にいないっていう、柱2本とあと全員無印、うん、だからちょっときついですよね、はい、だからこれはちょっとね横浜が低迷する大きな要因ですよね、はい、しかもウッズがいなくなってからの2005年から打者ほぼ厳しいですよね、外国人選手、はい、いないですね。ピッチャーも A いないですからね、あとほとんど D ですね、ほとんど D なんですよ、はい、D は、うん、うんっていう感じなんですよ、まあ、一軍にはいますよね、うん、一軍にはいる、はい、けどうんっていう感じなんですよ、うん、はい、で2009年打者ジョンソン、はい、C、うん、でじゃここからピッチャー、ここからね、はい、悲劇のピッチャーロードっていうのが始まるんですよ、はい、いいですか、はい、じゃあちょっと2010年の打者いっておきましょう、はい、先、はい、先に2010年打者がカスティーヨ C、はい、これはロッテにも来ましたけど、はい、でスレッジ B、これ日本ハム問題で、はい、お金の問題で契約が揉めて、はい、で DeNA に来て、うん、で B です、はい、ハーパー無印、はい、でここからちょっといいですか、はい、暗黒時代、はい、じゃあ私聞いてますね、ずっとこうやって、はい、だからね、ぶっちゃけ、2006年から暗黒時代始まってます、はい、2006年からベバリー無印、ソニア無印で、2007年入ってディアス C、マット・ホワイト無印、2007年チアソン無印、2008年ウッド・ヒューズ無印で、2009年グリーン・ウォーランド・マストニー、ランドルフ無印、2010年ワン・ブーチェック無印、11年チェン・ブランドンマン・ハミルトン・リーチ・ゴンザレス無印、12年アルバラード・マレイマー無印っていうところです。はい、何人無印ですか、はい、2006年から言うと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20人無印です。これはやばいです。あとですよ、もっと言ったらですよ、はい、2000年から12年まで、はい、約12年間、はい、B クルーン以外ほぼダメです。本当ですね、はい、これはちょっとやばいですね、この今までの中で一番、はい、他の球団もうちょっとね散らばってましたよね。いたんですよ、その中でも、はい、おっとかね、うん、おーこの選手、はい、ね、申し訳ないんですけどほぼ知らないんですよ僕。そうです、交流戦もやってるのに、うん、で打者、はい、12年ルイーズ無印、サラサ無印、うん、ラミレス、これラミちゃんです。これラミちゃん、はい、はい、で、ブランコ S2G、 おーまあまあまあ、はい、これはね、うん、今度はドラゴンズから来ます、はい、だこのブランコでピッチャーの操作外、はい、この3名は同年3人中日からこそって横浜に来たんですよ、はい、これはね史上初です。その 3人が同じ球団から同じ球団に外国人選手が横滑りで移籍するのは初です。へ、史上、そんなことでもあるんですね。お金で揉めたってやつです。あ、はい、だからでモーガン無印、はい、だからピッチャーはね2013年操作へ、うん、外無印、ジェン無印、コーコラン無印のモス構想14年で B、B、うん、で打者は14年グリエル、うん、こう亡命して、はい、キューバから来て亡命してメジャーに行って、はい、アストロズでワールドチャンピオンになってます。へー、でバルディリス、はい、CC、うん、グリエルは無印、バルディリス CC、はい、これはね阪神オリックス DeNA でモス構想 B でしょ。で15年ロペス S2G5、わこれすごい、また、はい、これはジャイアンツから、はい、ジャイアンツがロペス切ったんですよね、うん、でそれを横浜が取りに行って、はい、大活躍。
今年で退団ですけどね、うん、素晴らしい活躍、はい、ピッチャーエレラ B ビロー無印で16年ロマックエレラ無印でペイトリック無印のザガースキー D、うん、ザガースキーが僕と似てるっていうね、ここに誇られる方がいるでブロードウェイ無印、はい、で17番打者シリアコ無印のパットン A、はい、ウィーランド B、はい、で18年ソト、うん、S3G2 で20年オースティン C、 あオースにも C つくんですね、はいはい、でピッチャーは17年でクライン無印エスコバーが A、はい、バリオス無印のソリスピープルズ無印です、はい、ちょっと終盤ほら強くなってきたらいない、うん、います。いやここの2013年以降ぐらいは固まってますね、はい、だから最近ね、うん、まあ、今年は B クラスでしたけど、はい、ラミちゃん監督で来て A クラス結構いたりとかするじゃないですか、はい、やっぱね外国人結構大きいですね。ちょっと投手陣12年まで本当やばいですね。はい、そうですね、はい、これちょっと今までロッテ、阪神、はい、日本ハムやってきましたけど、はい、ちょっと悪い感じがしますね。いやただですよ、はい、点数出すじゃないですか。 あのビッグな人がいるんでビッグマン点数でもこれねビッグマンを引き当てるのも大事だからね。そうですよね、うん、はい、その小物より大物ドーンも大事じゃないですか、うん、はい、だから点数はどうなるか分かんないですよ。そうですね、はい、じゃあちょっと点数計算していきます、はい、集計します、はい、さあということで、はい、集計発表されましたけども、はい、平均在籍年数は1.68 人です、うんうんうん、82人取ってるんで、はい、ここまで最多です、はい、でここをどう見るかですね。そうですね、うん、数打ち当たるじゃないですけど、うん、これまたね13回目で今新たな方程式を思いついたんで、はい、そこで計算して順位がシャッフルされる可能性があります。おー、そうですか、はい、でもとりあえずの順位、はい、とりあえず点数を出すと、はいはい、じゃあ横浜、はい、ベイスターズ DeNA 点数はこちらです。じゃらじゃん、205点。おぉ200いきました。2位ですね。阪神に次いで阪神と2点差。おぉ、じゃあ今阪神、横浜日本ハム、ハム、ロッテ、あ、ロッテがもう4位落ち。ああ、横浜そんなにこう序盤いないじゃないですか、はい、大きい人がやっぱ点数稼いでますね。だってローズ、ウッズ、はい、ロペス、ブランコ、ソト、はい、これ強力や。だってこんなにもいないもんね。いないです、このビッグゲームが、はい、ローズだって、ローズいなかったらね、おー、ローズいなかったらここと一緒ですね。そう、おー、はい、ローズ、ローズすごいローズさあということで、はい、横浜2位ということになりましたから、うん、ね、はい、これもまた、ね、まあ、でも最後シャッフルが今思いついたやつがあるんで、はい、シャッフルがあるかもしれないんで、はい、最後の最後まで見てください。わかりました。じゃあ次はパリーグですかね。はい、今日はオリックスバファローズです、はい、だオリックスはね、うん、ブルーウェーブからのバファローズっていうところもあるんで、はい、まあ、そこはね、まあ、同じ系列っていうかね、うん、大元は一緒なんで、はい、そのもう99年のまとめてっていうところになりますけども、はい、順位的には横浜、阪神、日本ハム、ロッテ、今のところセリーグが結構来てますね。そうですね、外国人うまいのかな、大物がまあ結構いる感じですね。そうですね、だから大物を取ってくるっていうのもね、はい、大事ですよね、うん、ロッテも見てもやっぱりね、いい選手はいるけど、うん、やっぱこうドーンっていうのがないもんね。だから何気にやっぱりロッテも、うん、中でいたらおベニーとかいいじゃんと思うけど、はい、こうやって見比べていくと、はい、なんか大したことなかったのかな。もっとすごい人いっぱいいますね、うん、そうだね、世の中に広いね、世間は広いね、上には上がいるっていう、はい、ということで、はい、今日はオリックス、はい、はい、もうオリックス、もう佐藤さんが作った資料パッと見る限り、うん、ランクは多い、めっちゃ多い、印がついてるのはめちゃくちゃ多いです、いっぱいいます、うん、はい、99年、はい、打者ドネルス、うん、A プリアム BB、うん、ペレス無印、はい、ピッチャーはハタド C、 ミムズ C、 バンクス、バンクス無印、はい、だこのプリアムはね、はい、あのロッテの18連敗17連敗目を黒木さんからレフトにホームラン打ったっていうね、はい、2アウトかなんかかなっていうのがプリアムですよ、はい、でもこの当時まだ1軍にいないから正直よくわかんないんですよね、はい、で2000年アリアス A、 この後阪神に行っちゃいます。あ、そうな、せっかく取ってきたのに取られちゃう、はい、あと、うん、マルセド無印、ナナリ無印、ピッチャープリード C、
ブローズ無印、はい、もうここら辺とか知らないもんね。うん、同じバレーグにいてもやっぱり一軍にいないから、はい、正直、まあ、そうですよね。2001年、はい、打者ビティエロ B、 ピッチャークデソン B、 ヤーナル無印よ無印、はい、だからヤーナル、でもヤーナルは福浦さんが今まで出す対戦者の中で一番球が速く感じたのはヤーナルらしいです。僕は知らないんですけど、はい、そんなに投げてないんですかね。はい、だからヤーナルが一番速かった。まあ、でも2年間いたのか、はい、はい、2002年シェルドン B、 セギノール C、はい、2002年いて日本ハムいて2010年にまた帰ってきます、はい、あ2003年、はい、オーティズ A、 ブラウンウェイ、この2人すごかったですよ。うん、めちゃくちゃ、はい、めちゃくちゃ打ったっす。 A はすごいですから、はい、うん、ピッチャーフィリップス無印、はい、でだからこのね奥さんが違う同い年の子供がいるオーティズですよ。あれ出てきたオーティズか。そうそう、オリックスに来て、はい、でロッテ、はい、でソフトバンク西武かな。あ、なるほど、はあはあ、結構いろいろ行きましたよ。あれロッテって後の方ですか。でロッテは2番目です。2番目か、はあ、あじゃあその後ですね。そう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 、はい、あとムーア無印で2005年サイモン無印のブランボー C、はい、ガルシア C です、うん、ガルシア WBC メキシコ代表ですからね。はあ、でピッチャーは2005年、はい、JP パウエル B、 JP パウエル、はい、はい、でバーン無印、パーラ無印、シュワート無印です、はい、で2006年打者グランボースキー無印、はい、でピッチャーデイビー B、 デイビー最初苦手だった、グリーンと同じように、はい、なかなかタイミング取れなくて、はい、長身でね、はい、めちゃくちゃ、でも最後ら辺はタイミング合わせれるようになって打てるようだったんですけど、はい、なかなか難しかったですね。へー、あとセラフィニ、これロッテからセラフィニ行ったんです、はい、でもうちょっと落ちかけてたんで、はい、無印オバミラ無印のカーター D、うん、ラロッカ B、 だからラロッカ広島にいてね、はい、全然アイス避けないの、はい、こうかぶってきて、うん、すぐ当たるデッドボール、あーデッドボール多分ね何十何個も1年間で全然避けなくて、でも体張りますね。張ってんのかどうか分かんないけど、だからインコース攻めづらいからアウトコースでバンバン打つし、うん、本当にややこしいバッターだった。アレン無印でタフィーローズ S2G、うん、で2008年カブレラ、はい、SG3、 あ、まあ、でもここで来ましたね、はい、うん、ちょっと大物が、はい、でもね、はい、タフィーも近鉄ジャイアンツのオリックスなんで、はい、だここに在籍した時だけの数字なんで、あ、まあ確かにそっか、これタフィー全部だと、はい、ひょっとしたら昨日の動画か、はい、この前の動画の横浜のローズみたいに、はい、うん、これね、一球団にいるか分散するかによって成績も分散されるんで、はい、その在籍した時だけなんで、うん、だからね、下がるんですよ。そうですね、ローズだけだったら多分もっとやばいですよ。そうですよね、はい、一人で言ったらいくつになるんだろう。いや、それは終わってからでしょ。そうです、そうです、はい、バレちゃうから、はい、だからカブレラも西武時代入れておくともっと違うんですよ、うん、はい、でもオリックスやると SG3、うん、でその後2009年ホセ・フェルナンデス B です、はい、だからホセもね、ロッテ、西武、楽天、オリックス行ってるんで、はい、全部合わせたらもっとすごいかもしれないですね。で、ピッチャー、コロンカ、オルティズ、ヤング、無印、うん、2009年、レスター、リード、ボーグルソン、D、はい、10年、バルディリス、この阪神の、うん、A です、うん、で、バイナム、カラバイオ、無印、バイエスタス、バイエスタス、バイエスタス、はい、はい、一軍昇格なしです、はいはい、で2011年イスンヨプヘスマン無印、うん、はい、ピッチャーフィガロマクレーンパクチャンホ無印、うん、で2010年イデホきます、はい、A です。おでこの後行くんですよ、ソフトバンクに。だこれロッテ韓国ロッテなんですよ、うん、ロッテ来ればいいのにっていうね。そうですね、あ思ったんですけど。でスケールズスケールズ無印、はい、でピッチャーミンチェ D、うん、ここもどんどん西武にいてね、はい、でベクチャンスン一軍出場なし、うん、マエストリ D、うん、で13年野手ロッティーノ無印、はい、でピッチャーはディクソン、うん、今もいます抑え、はい、が C、 え、ディクソン C なのって思う方いるんですけど、はい、これも仕方ないんですよ、一律の数字でやってるんで ね、うん、そうですね、ディクソン結構長くいるんですね。めっちゃだから13年が13、14、15、16、17、18、19、20、8年です。8年もいるんですよ、すごい、はい、そうなんだ。で、ハモンド一軍未出場、うん、はい、シュルツ無印、ミルズ無印、タンズラ一軍未出場、はい、一軍未出場多すぎる。
10年から14年かけて4人もいるもん。そうですね、これちょっと問題あるね。うん、野手14年からヘルマン C、はい、ベタンコート無印のペーニャ A、 うん、バトラー無印、ブランコ無印、チャベス1軍未出場、うん、モレル無印、クラーク無印、ボクセビッツ無印、うん、16年までピッチャーバリントン、コーディエ、ミッシュ、無印、もうこう無印絶好調。もうそうですね、うん、固まってますね。で17年から、はい、ロメロ BB、 これ楽天に行った、はい、でマレーロ C、 ホームベース踏み忘れ、はい、うん、ホームラン打ってそうですね、はい、ありましたね。で17年ピッチャーウエスト無印、うん、コーク無印、ヘルメン B、はい、で18年アルバース、エプラー、ローチ無印、うん、でヒギンスが B、 B で打者は19年からヘネセス、モヤ、ロドリゲス、ジョーンズ、無印です。はい。結構、まあ、なんか、ばらけてるんですけど、はい、この表現悪いですけど、うん、小粒感否めないですね。横浜の時は、はい、ドーンみたいな、はい、もう一発、ドーンみたいな。2人3人がガーッみたいな。なんか見た感じ、はい、全然いないねみたいな感じだったんですけど、はい、ドーン、ドーンみたいな。はい、だからオリックスはゾゾゾゾゾゾゾっていっぱいいるけど、なんかうんみたいなね。点数はでももしかしたら稼げるかもしれないし、数打ち当たる作戦で、はい、じゃあちょっと集計してみましょう、はい、さあということで集計が終わりましたけども、はい、在籍平均年数は 1.92 年、うん、だからそんなに悪くないですね。そうですね、結構比較的長くています、はい、そうですね。で77人の外国人選手取ってるんで、はい、若干多めかな。多めですね、うん、はい、さあということで、はい、得点発表します。はい、じゃらじゃん、174点。おっ、えパリーグ1位。あ、今んとこパリーグ1位です。じゃあ暫定3位。3位だ。セリーグのやった阪神、横浜、オリックス、オリックス、日本ハム、ロッテです。うん、なんかに俺パリーグの方が DH 使えるから、はい、いい外国人いそうな雰囲気あったけど、そうですね、何気に。いや、セリーグは多分大物がドーンっているんですね。ねえ、うん、あとやっぱこのね、はい、分散、ローズとかカブレラ分散しちゃうからね。生涯の成績でいうとかなり大きい点数が過ぎるんですけど、 それがこう何球なんかに分かれてる。しかもこのオリックス来てる時晩年だから。あ、そっか、どちらも、はい、だからカブレラとか西武の時やばいかもね。そうですね、タビーもね、近鉄ちょっと今回やんないんですけど、ジャイアンツの時すごいかもかですね、はい、まあ、そういうのもありますよね。そうですね、横浜はローズが長年いてくれた学生だっていうのもありますし、だからあの、うん、200点がラインかもわかんないね。そうですね、何気にね。いや、でももっともっと行く球団あるかもしれないですからね。そうですね、まだわかんないですよ、まだ5球団ですからね。はい、はい、次回お楽しみに、はい、さあ6本目になります。6本目ですか、はい、でもこれ面白いですね。面白いです、ね、やってて、はい、しかもなんか今回から私得点化にしたから、はい、どうなっていくんやろっていう、なんか目に見えて分かりやすいというか、うんうん、でもちょっと今一、はい、つの問題が発生してます。はい、ちょっとセパ格差が。そうですね、今5球団出しましたけど、上2つがセリーグ、しかも200点超えですからね。そうですね、セリーグはだから両チームとも200点超え、はい、パリーグは200点以下でしょ、うん、ちょ格差がありますね。何なんだろうねこれ、はい、いや、みんなセリーグに行きたいんですかね。でもまあね、あのタイロン・ウッズが横浜から中日に行ったパターンもあるけど、はい、ブランコが中日から横浜、はい、横浜でもセリーグだ、ね、セリーグですね。今何話やっていうね。いや、セリーグにこういい選手が集まりやすいんですかね。でも今日広島ですけど、はいはい、ミンチはね、広島からロッテ来たり、あ、そうですね、してますし、でロッテでタイトル取ったりしてましたね。で、あとラロッカもね、はい、広島からオリックスとか行ってるから、うんうんうん、確かにリーグ移動してますね。だからね、どうなんやろうっていうね、はい、ところですけど、はい、今日は広島です、はい、で広島がね、うん、だからこう考えたらもうセリーグ負けれないね、パリーグに。そうですね。さあ広島どう出てくるか、ね、はい、ということで99年、はい、ペルドモ、うん、フェリックス・ペルドモ、はい、無印で、ペレス外野手無印で、ネイサン・ミンチ A です。はい、15勝してるん で、 うん、でそこからロッテ行くんですよね。はい、でタイトル取ったりして、そうそうそう、はい、うん、ロッテだと S になるんですけど、はい、広島だと A、うん、もう在籍したとこだけなんでね、はい、はい、続いて投手レイノス99年、
無印。レイの祖。はい。で次がディアス、エディディアス、GA です。はい。あ、ディアスいたな、そういや。もう分かれへんもんね、俺。レイの祖とか。はい。ペールドモ、ペレスとかもう分からないもん。あと同じ名前の方結構いらっしゃるんで。そうだね。あの人かなって分かるんですよね。そう。ディアスも結構いるじゃん。います。うん、はい。GA です。ペレスとかも多いですね。はい、リック・デハート、はい、投手、うん、無印。2000年、サルバトーレ・ウルソー、無印。クリストファー・ガンバーランド投手、無印、はい。ジェフ・ボール、無印。アンヘル・ブリトー、無印、はい。ランドウィック、無印、はい。ルイス・ロベス、はい、ここで。S3G2 です。はい、やっと来ましたね。このロベスすごかったよね。なんかうん、前田さんが三塁回らなかったからって言ってめっちゃ喧嘩してましたもんね。あ、そうなんです。めっちゃ暑いですよね。へ、暑いのかどうなのか自分のね、はい、なんちゅうの、出来高がついてるから、うん、回らなかったから打点が減ったやろってね。打点王とか多分取ってるんですよね、タイトルホルダーで、はいはい、そういったところもね、うん、あってね。だから言ったじゃないですか、はい、チームの勝利より自分の結果の方が大事って、うん、そうですね。そういったところが出過ぎちゃったのかな、はい、ね、で、その後2001年投手、はい、ヤング無印、シュールストロム無印、はい、ロブステニファー無印、スタニファ、はい、リゴ・ベルトラ無印、はい、ちょっとピッチャーが、はい、待って、2002年全員無印ですね、はい、マテオ・ラミレス無印、はい、ピッチャーやばい、ピッチャー全員無印、4人も取ってるのに、はい、で2003年ピッチャーニューマン・ランド・クイスト無印、読みにやっとデイビー取ってくるんですよ、2003年ピッチャー、はい、D です。でも外野手のハースと無印、アンディシーズ A、はい、でも阪神いっちゃいます、はい、とってもいっちゃう、そうや、うん、で、2003年ブロック D、はい、だからもう投手いないからもう使わなきゃいけないって使ってるけど成績上がらないから D なんだよね、はい、結局は。そうですね、2004年グレッグ・ラロック、うん、SG です、うん、で投手ジョン・ベイル CC、うん、で投手フェリシアーノ、ワトソン無印、ロマの D、 で2005レインボーン無印、レイボーン、カタカナ弱いですね。いやもう並んでるからずっとこれレインボーン、はい、ケニー・レイボーン無印、はい、エスターリン・フランコ無印、2006年ダグラス・マルテ無印、はい、フェルナンデス D、 ガリダ無印で、外野手アレックス・オチョア A、 これは中日にいた選手です、はい、中日から来た、はい、だから2007年までピッチャーちょっとやばいね、うん、そうですね、トム・デイビー D、 ちょっとピッチャーの見る目がね、うん、ちょっと怪しいですね。そうですね、今まではね。ただもうすぐ来ます。もう来ます、はい、2008年スコット・シーボル、はい、D、 だからね、はい、分かった俺、広島の傾向、はい、使うね、使う？だから D つくじゃん、はい、使うから、はい、でも成績上がらないんですよ、はい、だから D じゃんね。あ、そうですね、だからダメでも使う、うん、でも使う人がいないからまあとにかく使う、もう使うしかないっていう、うん、だから低迷してるよね、はい、ここら辺だから D が多いと、うん、はい、で、できます。コルビー・ルイス、はい、S2 だってメジャー帰ってレンジャーズかなんかでもうローテーションの柱で投げてたからね、メジャーリーガーよ、広島から行って、うん、はい、でもともといいけどこの時ブラウンかな監督誰かが、はい、なんかよくてきて、うん、で帰ったんだけど、もともとめっちゃいいピッチャーだ。あ、そうなんですね、うん、でコズロースキー無印、はい、シュルツ A、 ブラウアー無印、はい、もうコズロースキーとかブラウアーとか知らんもんな、うん、正直、はい、交流戦も始まってますけどね、うん、で2009年ドーマン、ソリアーノ無印、うん、マクレーン D、 多分これあれだよね、西武にいたマクレーンだよね、確か。あ、分かんないです、はい、でアンディ・フィリップス、うん、D で2010年ヒューバー無印のジャスティン・ビーバーみたいな名前ですね、うん、ジャスティン・フューバー似てる無印ですね、うん、でジェフ・フィオレンティーノ、はい、名前かっこいいね、かっこいい無印、ジオ・アルバラード無印、うん、でエリック・スタルツ、うん、無印、ビリー・チューク無印、無印、やっぱピッチャーつかないですね、全然つかない
でチャド・トレイシー、はい、D デニス・サファデ、A、めっちゃ早かったよ、はい、ブライアン・バリントン A、 で俺サファデ交流戦対戦来てめっちゃ早いと思って、うん、これもう1・2の3で行くしかないなって、9回を、はい、1・2の3で打ったらカーブが来てバシコン打てたタイミングあって、ちょうどすごいちょうどよかった遅くてみたいな。でバリントン A、はい、バーデン無印、うん、で12年ニック・スタビノワ無印、はい、キャム・ミコライオン、BB、ミコライオンもめっちゃ早かったよ、広島の時、本当に、はい、この澤手ミコライオンはすごかった、うんうん、で、エルドレッド、はい、S、うん、エルドレッドもね、優勝に貢献する、はい、ね、しかもなんかママチャリでいつも広島の姉妹なんか行ってるらしくて、子供連れてね、こいでるらしい。で、あと13年ミゲル・ソコロビッチ、うん、無印、フレッド・ルイス無印、キラ・カイフエ無印2014年、はい、ザック・フィリップス無印、うん、ライネル・ロサリオ外野手無印、はい、ディアンテ・ヒース、うん、B、 ザガースキー、ね、俺似てるっていう、はい、無印、はい、でヘスス・グスマン内野手無印で投手クリス・ジョンソン S2、はい、沢村賞受賞です。ジョンソンですね、はい、うん、で外野手シアー・ホルツ無印、うん、エクトル・ルナ無印、はい、ジェイソン・プライディ無印、うん、ジェイ・ジャクソン、A、はい、この間ね、ロッテに来て、うん、はい、ジャクソン賞、そうでしたね、ショックが起きて帰ってきて、うん、はい、でブレイデン・ヘーゲンズ D で内野手サビエル・バティスタ、バティスタ BB、うん、ちょっと薬物問題で、はい、はい、ちょっと問題が、はい、これにちょっと問題がね、そうですね、でアレハンドロ・メヒア、うん、無印で、スティーブ・デラバー無印ライアン・ブレンシア無印、うん、ラミロ・ペーニャ無印、うん、レオネロ・カンポス無印、ヤト投手、はい、フランソン A、 で、あ、フランソンで、はい、フェルエグ無印のレグナルト C、うん、でローレンス無印のモンティージャ無印、はい、サンタナ無印で DJ ジョンソン無印、はい、楽天移籍しましたけどね、はい、でスコット・ピレラ無印、はい、で無印多くない、え、なそうですね、あんまりランクついてない感じが、ちょっと全体的にね、はい、少ない。でも人数結構いません？人数はいる、いますよね、めちゃくちゃ。何人なんだろうこれ全部で。今日集計した結果ね、はい、平均年数は 1.89 年です。あ、意外と、でも意外とまあまあいる、はい、で、86名、あ、多めですね、多いね、はい、結構結構います。ロッテだって60何人だったから、はい、そう考えたら在籍人数は多いかなっていう、多い、はい、さあ、ということで集計が終わりまして、はい、広島東洋カープ得点発表です。はい、じゃらららじゃん、176点。うわってことは3位ですね、暫定。ああ、だからセ・リーグでは現状最下位だけども、はい、パ・リーグよりはいい。いいですね。あれちょっとこれ格差社会、今6球団ありましたけど、3球団セ・リーグが上で、ね、パ・リーグ3球団、うん、あと、セ・リーグは、うん、巨人、中日、ヤクルト。あと、このままなんか強そうですね。強そうだね。いい外国人いそう。で、あとは、パ・リーグが、ソフトバンク、西武、楽天。あ、ソフトバンクとか西武いそうじゃないですか。強いよ。はい、うん、楽天は私、やりましたけど、うん、まあまあ、お楽しみ。そうですね、ということで、半分終わりましたけどね。はい、あと半分、どうなるのか、はい、お楽しみに。岡本さん、はい、呼ばれてますよ。あえてあえてですか。あえてこういうデザインで。あ、デザインなんですか。はい、ちょっとなんかこうやって横切られたんだと思って。誰にですか。カッタとかそういうデザインです。デザインなんですか。そうですよ、ちょっともう肩寒いんで、はい、あの腕出していこうと思って一部あれですよね、裏着てるわけじゃないですよね。どういうことですか。ボルボチピュルっていうのがある。違います、これもデザインあ、デザインですかもう分かんないですね、本当によくあるじゃないですか、はい、あれ、あ、T シャツがここにこうなって、ね、あります、あります、あ、反対着てたみたいな。でそういうデザインもありますからね。そうですね、裏っぽいデザインとかもあるじゃないですか。それはそういうデザインですよね。デザインです、はい、はい、おしゃれですはい、外国人評価ですよ、楽天、はい、ということで、はい、楽天はですね、うん、あの2005年からの参入なんで、はい、2005年から取っていくんで、総得点は
参考記録ですね。はい。でも最後に大シャッフルがあるんで、はい、そこではランクインしてくるんで。ランキング入れるんですか？入れます。こう足りないのに年数が。大丈夫です、はい、計算式で、はい、じゃあちゃんとまあ一応見ていって、ね、そうですね、一応見ていって、はい、だってだから9からだから9、10、1、2、3、4、6年足りないですからね、はい、でもそれでもあのしっかりつけていきますけど、はい、2005年、はい、打者ルイス・ロペス、うん、D いたっすね。いました、うん、全く打たれる気しなかったですそうですか、でも一応あのレギュラーとして118試合出てる。それは仕方ないです、はい、このだって楽天できた時だって、まあ、オリックスと近鉄が、はい、あのまあ、近鉄が消滅して10球団になるかもしれない、はい、でロッテはあのダイエーと合併するかもしれないって言われてたんです、はい、でそれが、まあ、最初はね西武とロッテって言われてたんですよ、はい、でそれがなんかうまくいかなくて今度ロッテとダイエー、うん、2004年だから、はい、で韓国に近いしみたいな、うん、でなって、まあ、それもうまくいかなくてでダイエーがソフトバンクになったんですよ、はい、で10球団構想がまあなくなって、まあ、ライブドアとかあったりね、はい、堀江さんとかのありましたねがあって、うん、これだから当事者はどうなるんやみたいな、はい、そうですよね。でしかもあのまだ僕その時2003年から1軍に入って2004年だったから、はい、ペーペーじゃん、うん、でよく分かんないのよね、はい、仕組みがだからもうついていきますみたいな感じ、はい、選手会にやってることに、うん、でそれで2日ストでしょ、はい、あそんなこともありましたね。そうそう休んでね、はい、で、うん、あのストしたら、はい、300分の2日休んだじゃん、はい、300分の2給料カットよ、うん、まあ、そんな細かく、うん、へえ。だから、はい、もう労働組合じゃないんだよ、はい、だって労働組合でやったら給料カットされたら補填してくれるんでしょ。あ、まあ組合がそうですね、補填してくれるじゃん、はい、俺ら補填してくれないから、はい、もう労働組合じゃないんだよ選手会だから、はい、だってカットよ、きつかったよ、はい、だから150分の1カットされるから、はい、もし1500万の選手だったら10万。おお、それは大きいですね、うん、だから俺はその時2004年3年頑張ってやっと給料上がったから、はい、きつかったよ。俺その時2300万だったのかな。いやでもそれだけもらってたらまあ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 って感じじゃないですか。いやでもやっぱり全体の比率としたら、はい、何億ももらってる人が決めてるじゃん、はい、物事を、はい、だからその人たちにとったら、はい、150分の1大したことないかもしれないけど、はい、下に行けば行くほどきついじゃん、はい、でも億もらってる人だと金額も相当じゃないですか。相当だけど、はい、それよりもらってるから別にそれがなくなったところでそれ痛いけど別にね、まあ、別にまあ生活は全然できますよね、うん、はい、ええー、と思って、はい、まあまあ仕方ないかって思いながら、だからあれきつかったなと思って、へでそれで、はい、近鉄とオリックスのだからいいところを最初40人多分オリックスが取って、はい、でその後40人近鉄が取っ、うん、あ楽天が取って、はい、で40人オリックスが取って40人だから、はい、それきついよこと楽天最初。そうですよね、もう本当に絶対負けへんと思ったとか言いながらね、2005年開幕戦岩隈に負けるっていう、はい、で、デイモン・マイナー、アンディ・トレイシー、はい、マイナーっていう選手知らんな。2005年ですね、うん、でピッチャーがラス、はい、巨人にいて、はい、まあ打ちやすかったよ。うーん、俺チェンジアップ得意だから、はい、そればっかり投げてくるから、じゃあ打った記憶が、そう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 。でアーロン・マイエット、はい、知らんな。ホッジス、これ多分ヤクルトにいた選手だと思うんだけど、ケビン・ホッジス、うん、でマット・スクレメタで2006年、はい、ピッチャーがライグリーン、だグリーン来た。あ、俺の天敵、めっちゃ苦手だった人ですよね。そうそうそう、こっから出世していく。一番最初取ってきたのだから楽天、はい、でも罰なんですよね。うん、そう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 、はい、やっぱ厳しいのよ、はい、評価は、はい、だからなんかあの選手で C なろうとかって言うけど、うん、C でもすごいからね。そうなんですよ、うん、C はね、うん、A よ、はい、ピッチャー評価は A、B、C は相当高いですよ、ね、うん、だからなんか C っていうとすごい低いように皆さん思われてるんですけど、はい、C は A よ。そうですね、うん、で B が S よ、はい、もう A の中で A、B、C つけてるような感じですよね。そうそうそう、だから A の、うん、上中下みたいなもんよ。はい、そうですね、うん、だから C は A の下っていうだけで、はい、全然だから響きとしてね、うん、C って悪いのかも、 C はえげつないからね、はい、そうですね、うん、だからまあ助っ人外国人だからもう最低レベル A ぐらいやってください、世の中の上中下ってことですね。そう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 、うん、だからねちょっと皆さん勘違いしてる、はい、あとねなんでこの選手がこれなんやっていう人いるんですけど、はい、感情入れてないから、はい
数字だけで見てますからね。そうそうそう、感情入れたら話ややこしくなるじゃん、うん、だから感情一切入れないから、はい、数字だけ見て、だから思うよ俺も、うん、えっこの選手結構頑張ったのに低いなっていう人もいるし、そうなんですよ、で、うん、あ、こいつこれなの、はい、おー頑張ってたねっていうのもいるし、はい、でもこれを感情入れちゃうと、はい、もうほぼやる意味ない、うん、そうですね、うん、いや私もえこの選手このランクって人いましたもん、うん、やっぱりでもその、ね、選手のランクを上げると、うんはい、他の選手ももっと上がるから、その選手の立ち位置は一生変わらないので、はい、そうですね確かに順位としては変わらないですよね。そう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 、はいはい、で、セドリック・バワーズ、はい、投手、知らんな、みんな×です、この辺、うん、はい、リーンジェ2006年がエリック・バレント、分からん、×です、うん、で、ホセ・フェルナンデス、リック・ショート、はい、だこのホセ・フェルナンデスは西武から来てね、はい、だからホセが GAA、はい、だからロッテ、西武、楽天来ました、はい、でも楽天でもやっぱりこんなに活躍してるんですね、うん、GAA。だからすごいよね、ホセもいろんなとこ行って、はい、だって韓国行ってきたからね、うん、だからもうグローバルだね、はい、そうですね、うん、だからタフだと思う、精神的に、うん、あとリック・ショート、はい、SG、こいつ2006年、はい、俺が初めて規定打席、これもいったら規定打席到達するなって思った8月の終わりか9月頭ぐらいに、サヨナラのピッチを、はい、でリックがセカンドランナーで、はい、小林さんがヒットを打たれて帰ってきて、俺取ったらこのまま突っ込んできた、こうやってホームに、どうなったんですかそれで、でバーンと吹っ飛ばされたけど取ってて、はい、で、アウトで延長戦へみたいな、で引き分けだったのか負けたのか分かんない、勝ってはないんだけど、はい、でホテル帰って大丈夫か、はい、大丈夫ですって言ってて、はい、次の日も試合あったのに、ね、はい、楽天でホテルで寝てて、はい、で、朝起きるじゃん、はい、起きたら体全く動かないの、もう全身ムチ打ち、その1回のドーンで、うん、でもその後延長戦普通に試合できてんよ、はい、打席も立って、うん、普通に次の日もこのまま動かなくて、あれこれやべえな、もう起きられないんですか、起きられない、へえ、で、あでも今伝えに行かなきゃと思って、はい、動かないって、うん、で、こうでこんななりながら、はい、すいません多分無理ですどうしたんだと、いや、もう首も回らなければ体も動かないですもう多分これ多分でも絶対無理ですって、はい、で、いやでもそれやばいなって、はい、これ多分もう無理だと思うんですよって、へえ、でちょっとずつ動けるようになって、うん、いやでもめっちゃ腹痛いって言って、はい、だから肋骨骨折してて骨折え、じゃあそこからもう離脱したんですか、いや、抹消はされなかったけど、はい、多少休んで、はい、でも痛い痛いと思いながら、で、その後もベンチも入らなくてもいいって、はい、その帰ってきてホークス戦、はい、でボケっとしてたらロッカー でそしたら代打っていけない言われて、はい、試合でへんって言われたのにみたいな、でそこからユニフォーム着替えて折れたのをやったんですか、そんで行って、で、篠原投げてきて、はい、ストレートめっちゃ速いなと思って、はい、しかもデージってこれどうせスライダー投げてくるからスライダーだけ待っとこうと思って来てくって普通です、すごいでもめっちゃ痛くていやだって折れてんですよ肋骨、そうそうそう、でもその後まあもういけるかと思って痛いながらも出て正座席通ってしたけど、リックのせいで佐藤大丈夫って言われて大丈夫じゃねえよって言うんですね佐藤だって一緒のチームだったから、そう、もっとチームメイトですね、もう一緒のチームだったのにそこまでするかと思ったけど、こんなんコスコスマジヤバすごいですね今じゃ何考えられないですね、うん、そう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 、はい、が SG、はい、SG、うん、すごいで首位打者取ってるんですもんね、そうそう、で、はい、投手が野手、あ、投手2007年アダム・バス、はい、ドミンゴ・グスマン、リン・オンユ、はい、全員無印バツですね、無印、打者ケビン・ウィット、バツ、まあ、ここら辺はホセとリックがいるから、うん、まあ取る必要ないんだよね、取ってないですね、うん、正直だけですね、で2008年セギノール、はい、来ます、はい、日本ハムから、うん、D です、 D だからセギノールもすごいね、オリックス、日本ハム、楽天来てるから、ね、そうですね、で、すいません、ページが、で、2008年グイン、グイン C、はい、あんまそんな記憶ないけどな、2009年、はい、マット・チルダース、無印、ダレル・ラズナ、ラズナ B、ドット・リンデン、うん、乱闘です、はい懐かしい名前、うん、はい、で、ノムさんに最初ノムさんにブチ切られてんだよね、あ、そうなんですか、そうそう、なんか、は
はい、でなんか謝りに行くときにサンダル短パンで謝りに行って、うん、ふざけんなってまた言われたんだよ、はいはい、へえ。だもう問題多分舐めてきたのよ日本に、うん、舐めてきたのに全然活躍できないから、はい、苛立ったんじゃない、ガーンってやったんですよ、ね、うん、全然大したことなかったけどね、うんうん、ガーンってやったからもうあと勇気に当てろって言ってんのに当てないの、はい、あからかわ投手ですか、うん、はい、行けっつって、うん、そんなね、ついていける人少ないんですって、はい、佐藤さんのそのね、デンジャラスサインに行けよらっつって、はい、全然もう行けよらっつって行かない怖いんですってなんと、うん、そうそうそう、はい、そしてで、アンディ・フィリップス、ランディ・ルイーズ、11年ルイス・ガルシア、ブレッド・ハーパー、ルイス・テレーロ、無印です。みんな野手無印ですね、うん、で投手がモリーヨ、うん、無印、スパイア、D、サンチェス、無印、キム・ヨンヒョン、無印のケルビン・ヒメネス、無印、はい、2002年ハウザー C、はい、でダック・ワース、無印。ダック・ワース無印なんですね。ダック・ワースはどうですか、頑張りましたか。私的には結構イメージ強いんですけどね、うん、2013年の、うん、で、ケニー・レイ、はい、無印、はい、ケニー・レイの眼帯のね、あ、そうですね、はい、固めの、うん、で13年、マギー、マギー、アンドリュー・ジョーンズ、はい、マギーが GB、うん、で、アンドリュー・ジョーンズ B です。ジョーンズ B なのでしたでしょ、はい、僕の言った、はい、いや、そうなっちゃうんですよ。いや、そうなんです。でも、はい、野手の ABC はね、A はね、うん、もう S クラスだからね。そうですね、うん、でもやっぱそれぐらいが欲しいなっていうところで、だから B もすごいのよ、はい、うん、でもそう、あれって思ったでしょ、はい、だってそれ数字だから。そうなんですよね、これ数字なんですよね。でもアンドリュー・ジョーンズ、はい、日本に来た外国人選手で、うん、99年から20年まで、はい、全部入れたら一番すごいかもわかんない。いや、そうですよね。9年連続かなんかダイヤモンドクラブなんだよね、はい、で俺あの2006年に、うん、日米野球があって、はい、野茂さん監督 で、うんうん、でそこ選ばれて行った時に、はい、いろいろメジャーの選手からも道具欲しいって言われてて、はい、で俺とかスパイク欲しいとかバット欲しいとかって言ってメジャーの選手にまあ上げてたりしたのね。あと交換してたり、はい、でそこで俺メジャー全く分かんないから、うん、誰が有名か分かんないからその関係者の人に聞いてメジャーで来てる中で一番有名なやつ教えてくれって言って、はい、そしたらアンドリュー・ジョーンズやって、はい、すごいのって、めっちゃすごいって、はい、超スーパースターって、うん、よし、じゃああいつのユニフォームもらおうって言って、はい、もらいに行ってきて、しかも見せてくれたじゃないですか。そうそうそう、あの宝物っていう回がありましたよね。そうそうそう、ホーム&ビーちゃんのやつね、はい、だからあれでもらいに行って、だから今もあるけど、はい、いいなぁ、ジョーンズ本当に来た時ビビったよ、超スーパースターだもんね。そうですよね、うん、でもいい人そうだね。いや、あの打席で常にちょっと笑ったような顔してるんですよ。ハマレイ、はい、顔が、はい、可愛いんですよ、本当。でもめっちゃね、人良さそう。あ、もう人がすごいできてるみたいな、うんうん、ね、はい、次、はい、14年エリック・エヴァンス、ニック・エヴァンスですね。あ、ニック・エヴァンス、ケビン・ユーキリス、ジョン・ボーカー、ザ・クラッツ、ザ・クラッツか、はい、ブラッドリー、トラビス・ブラッドリー、無印のブライアン・ファルゲンボーグ D、うん、だってホークスからだからね、はい、ルーク・ファンミル、無印、ライナー・クルーズ C、はい、ピッチャーがミコライオ B、 これ広島の、はい、ミコライオ早かったよ広島の時。そうですよね、うんうん、でもまあ楽天でも B ですからね、うん、そう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 、うん、で2016年がジェイブリガム、無印、リズ、無印、キム、無印、ソン、ソン、A、はい、初の、初、そうです、初の A だチャーホーよかった。で、コラレス、無印、ハーマン、A、ブセニッツ、A、で、シャギは D、打者は、ここが15年、ギャビー・サンチェス、無印、ペーニャ、C、ムリー、ムリーヨ、あ、ムリーロかな、ムリーロ、ムリーロ、無印、はい、で、ウィーラーが GA、はい、で、アマダー CC、うん、で、ゴームズ、無印、ペゲーロ B、 ペレス、無印、クルーズ、無印、はい、ディクソン、無印、ブラッシュ A のヒメネス、無印、ロメロ C、はい、ということで、65人、はい、在籍年数は 1.707、はい、
まあ、これが高い、これはただ出してるだけで、うん、これよく分かんないんだよね、はい、高いかどうか。そうなんで、他のチームと比べないと分かんないです、ね、そうだね。でも2っていうところもあったから、はい、2はすごいよね。うん、そうです ね、 ね、1年でクビだから、やっぱ1に1は最低数は1だから、うん、やっぱ1に近づくにつれて特価引っ換えしてるってことだもんね。はい、まあ、ただもしかしたら何ヶ月かで帰った方いるじゃないですか、うん、そういうの入れると、もしそれも反映させると、あのもっと少なくなっちゃうかもしれないですね。そこまで燃えない、はい、できないですからね。さあ、ということで、はい、参考記録ですけどね、はい、楽天の総得点、はい、こちらです。じゃーじゃん、110点。ね、どうなんでしょうね。どうなんですかね、うん、まあ、110点です、はい、あの、まあ、比較的結構人は取ってんなと思いましたけど、はい、110、まあ、これはね、うん、あの全チーム終わって順位出しして最後の下克上タイムで入ってくるんで、はい、ランクインはするので、そうです、はい、何位になるかね、うん、広告期待、はい、ということで楽天編でした。さあ、ということで今日は中日ドラゴンズ、はい、はい、じゃあ早速いきましょう、はい、いきましょう、はい、中日99年5月97年から2002年まで、はい、G2AA です。おー、いいですね。ゴメスはすごかったよ、うん、俺も今プロスピで持ってるけど、はい、このような傘立てて打ち方でね。で、あと、うん、リージョンボム、うん、B です。韓国のイチローって言われてて、へー、あの WBC の時めっちゃ苦しめられて、第1回 WBC ベストナインだからね。へー、で、息子が今あのスーパースター、韓国でまた。あ、そうなんですか。すごい親子2代でね。へー、で、ソリアノ、うん、あ、リリアーノか、リリアーノ無印、うん、でピッチャーソンドンヨル、うん、96年が 99S、はい、です、はい、でサムソンリー D、 ーでロ一軍未出場、はい、だこのリージョンボム、ソンドンヨル、サムソンリーのね、うん、このアジア旋風、はい、すごいですよ ね、 そうですね。ソンドンヨルだって代表監督だからね、うん、抑えの守護神スーパースターよ。99年、すごいですね。入った人みんな活躍してるじゃないですか、うん、すごい、うん、でその後、はい、2000年、ディンゴ野手、無印、はい、これあれよ、オーストラリア出身のね、うん、多分キャッチャーもやってて、へー、でピッチャーバンチ S、 おー、ソン、ソー、ソン、ソー、ソー、無印、はい、でカールソン、うん、無印、ギャラ、ギャラード S2、 うん、ギャラード、ここら辺すごいね、はい、いやだから多分ゴメスとかがいるから、そうそう、取る必要ないよ、ないんです、ね、だってゴメス、リー・ジョンボンもいるから、うん、取る必要ないよですね。2001年アンロー、ティモンズ、うん、無印、はい、でそして、リナデス、無印、これキューバの司法、うーん、スーパースタ ー、 キューバので無印なんですね、日本ではね、はい、金属だからキューバ、この時社会人は、あ、そうなの、うん、無印、はい、ブレット、無印、うん、ピッチャーバルガ ス、 バルガス無印で、2003年クルーズ、無印、はい、そしてミラー、無印、来日せず契約解除って何が起きたんやってミラーもう来日せずって何してんやってねで、あの、はい、アレックス・オチョア、アレックスだね、 BB、 ピッチャーバルデス、うん、DD、 おー、 DD もすごいけどね、まあ出てますね、出てるって、かなり投げてますね、うん、2004年チェンウェイ、はい、S、ロッテの、ああそうだ、阪神、うん、今年から、はい、阪神で、グスマン、ドミンゴ、C、はい、で2005年タイノウッズ、S2、 おお、だからこれ横浜から、うん、横滑り、そうですね、うん、であ、そうか、横浜から何人も横滑りしたん、うん、あの、あ、中日から横滑りしたのが、外とか、あ、そうだそうだそうだ、はい、逆だ逆だ、でベロは、うん、無印、ピッチャーマルチネ、マルティネス、ブラウン、無印、はい、2006年ガルバ、はい、無印、2007年ピッチャーラミレス、バレンタイン、グランセスキー、クルス、全員無印、はい、でもチェンウェインいるから、はい、問題ない、もう全然で、バッターが、あ、これイビョンギュ、イビョンギュ、イビョンギュ、CC、はい、だから韓国も結構来るね、うん、アジア勢もいいですね、うん、しかも結構いい形で活躍するからね、アジア勢も本当に、で2008年デラロサ、無印、ネルソン、B、 でブランコ、お、 S2G2、 おでパヤノ、 D、 で10年セサル、はい、無印、バルデス、無印、11年カラスコ、グスマン、ソト、無印で、12年ディアス、無印、ソーサ、 A、 だこのソト、ソーサ、ブランコが横浜に行っちゃうんだよね、なるほど、3人、うんうん、で13年ルナ、
GA、はい、ルナいたねサードいい選手だった、クラーク B、 バーゲセン、マドリガル、マドリガル D、うん、マドリガルだって、マドリガル、風のマドリガルみたいな、何ですかそれ、歌、歌、歌、知らない、知らない、知らないです、風のマドリガル、はい、南野陽子さんの、へぇ、生まれてないかわかんないですいません、存じ上げませんでしたで、あと、14年エルナンデス、C、うん、で、ゴメス、はい、無印、15年ナニータ、無印、ちょっとピッチャーここから無印ゾーン入ります本当だ、行きます、はい、一気に行きます、はい、バルデス、ネーラ、リーバス、ペレス、ジョーダン、ハイメ、セプティモ、無印、ここまで一気に無印ですね、はい、15年からだいたい16年入団、うん、17年、ね、うん、そうだね、うん、無印です、はい、で、その代わり16年ビシエド来ます、お S2G2、はい、まだいますからね、うんうん、ゲレーロ、ゲレーロ S、 これアリエル・マルティネ、あ、違うの、あ、これアリエル・マルティネス18年、あの育成できてね、で試合会に今年になったんで、そうだそうだ、はい、でアルモンテ、はい、で20年シエラ、無印、うん、でピッチャーは17年マルティネス、はい、ライデル・マルティネス、うん、A、はい、今年守護神の、うん、でエルビス・アラウソ、無印、うん、ロンドン、ロンドン、無印、これロンドンから来たんですか、ね、なわけないじゃんイギリス野球やってないからそうか、ガルシア18年、はい、BG、 無印、ロドリゲス S、 タイトルホルダー、はい、もう帰っちゃったけどね、うん、メジャーに、ロメロ、無印のロドリゲス、ゴンサレス、ゴンサレス、無印、ゴンサレスだ、これ難しいよ、これ難しい、ゴンサレス、ちょっと待ってね、はい、今から集計入ります、はい、ちょっと待ってください、集計っていうかちょっと気になったところがあって、はい、ビシエドが16年ビシエド、うん、S2G3 です、おお、で全体的に中日つどつどいるね、うん、だからゴメスね、はい、や打者を、うん、でレギュラー張って2002年まで、うん、でその後にアレックスセンター、うん、はい、でレギュラー来て、でタイムを打つ、うん、でブランコ、ルナ、うん、ビシエド、すごくない？すごい、もう確実にレギュラー取りに行って活躍してるもん、うん、本当にこれ点数高そうですね、うん、めっちゃ高そう、うん、でしかもピッチャーも最初ね、うん、ソン・ドンヨル、はい、バンチ・ギャラードっていうところもいて、うん、でチェン・ウェインの先発、これ頑張るからね、結構11年まで、はい、でメジャー行くじゃんね、うん、でその操作とか中継ぎも補強しながら、うん、ライデル・マルチネス、ロドリゲス、中継ぎ、ね、うん、でガルシア、はい、これ阪神行っちゃったけどね、だから常々いるね、うん、結構ビッグ選手がちゃんといる、うん、だから多分ね日本人選手が熱くて外国人補強してるときは強いのね、ずっと、はい、でここで谷繁さんとか森野、岩瀬さん、荒木とかピッチャーでもね、うん、謙信さんとか岩瀬さんとか、はい、で浅尾が怪我したりとか、うん、っていうところで一気に抜けて、うん、日本人がやっぱ伴わないからこの8年ぶりに A クラス、今年だから12年ぐらいから、はい、そのまあルーナーとかね、うん、だからビシエドがやっと来たけど、だからここら辺がね A クラスいけてないところだね、はい、さあじゃあ点数ですね、でも高いんじゃない、うん、高そうです、 S ついてる選手がこれだけいるっていうのは、うん、結構高いですよ、でしかもうまいね、うん、でだから取ってないもんね、いらないから、はい、ゴメス取ってない、うん、で大量打つ来ても取ってなくていなくなってブランコ、だからそのだから最近の投手事情が苦しいのが15年からだね、そうです、15年から外国人ピッチャーめっちゃ取ってもちょっと無印ばっかりですもんね、うん、その他はちょっとずつしか取ってない、うん、外国人いないから、うんうん、だからこれあれだね、そのチームの苦しいポジションが出ると怒涛に取るね、はい、めちゃくちゃ、でも怒涛に取っても当たらないってことが結構多いですね、うん、それがね能力よ、そうスカウト能力、そう、うん、あとなんかね、カープのところでアカデミーだから数取ってるけど活躍しないっていう人たちいるんですけど、モイネロ育成できてるから、ね、確かに、だからね安く取ってくるとか、うん、高く取ってくるの、うん、とこもあるけど、正直安くでも活躍する選手いるし、うん、関係ないよね、はい、アカデミー取ってくるとか、うん、でもいいと思ってるから取ってきてるわけでしょ、うん、モイネロ育成、そうですね、いやそれはもう見る目があったとしか言いようがないですよ ね、うん、さあということで、はい、集計が終わりました、はい、はい、こちらです、中日の総得点、はい、こちらです、じゃーじゃん、200?
6点おお3位、1点足りない。横浜と阪神が207点、うん、ということは1点足りない。まあでも修正がね、入るかもわからない。これも出るかもしれない。まだわかんないです。だからまだわかんない。在籍平均年数は 2.07 年と最多です。え、多いですね。多い。だから来たら長い。はい。みんな大体 1.7 とか8とか。そうそうそうです。大体1点台がホームなんですけど。はい、で、72名。うん。だからちょっと多いかな。まあでも、平均が 2.07 ってことはいいですね、うん、そうだからこの15年からのピッチャー、うん、ここがねあちょっと無駄したかったちょっと、うん、まとまらなかったところが若干多めになったかなと。でもやっぱりセ・リーグは200点超えてくるね。超えます ねなんでパ・リーグ超えないんでしょうね。これからじゃない。こっから来るかな、うん、はい。明日お楽しみに。今日は西武ライオンズ、はい、であとパ・リーグは西武ソフトバンクで、セ・リーグは巨人とヤクルト、はい、だ多くの皆さんはねこの4球団高いんちゃうかっていうね。いや思いますね。ねだからちょっと後ろに持ってましたけど、うんはい、でもどんな点数か正直分かんないですよまだ、はいはい、じゃあということで西武、はい、99年、うん、打者シアン・フロッコ、うん、ジンター・ポール・ブロッサー・無印、はい、いきなりです。全員ピッチャー98年から99ブロス、うん、ヤクルトの時に14勝で防御率1 2.33 めっちゃ活躍したんですよ。おーで西武来てもねあんまりでしたけど、はい、でマニュエル無印、はい、あ99年誰もつかないという。でもこれポール、はい、すごかったね、うん、2年連続2軍で三冠王です。あ2軍で三冠王、うん、すごかった。俺も一緒にいたけど、そっか2軍時代に見てるんですね、うん、でも1軍に来たらさっぱりうーんっていうところでね。へで、2000年、はい、トニー・フェルナンデス、うん、A、はい、今年ね57歳で亡くなってしまったんですけど、はい、あのカナダ野球殿堂入りだから。あカナダの方なんですか。スーパースタードミニカアメリカの二重国籍、うん、で出身地はドミニカ、うん、でもカナダ野球殿堂入りしてます。そうそうなんだ。なんかカナダの方じゃないんですね。ドミニカ で西武来た時もすごかったの。3割2分7厘、うん、ホームランあの11本、はい、でめちゃくちゃ活躍してなんかあの若返り、はい、でなんか対談ってあチームを若返りさせようっていうことで、うんうん2008年にブルージェイズの功績を認められカナダ殿堂入り、うん、あブルージェイズがカナダのチームだからかな、はい、あそういうことか、うんうんうん、であの殿堂入りされてるみたいです、はい、すごい選手ですね、うん、だから西武に来たのは38歳という年齢もあり1年で自由契約と、うん、ライオンズにないものをアメリカから持ってきてくれてありがとうと言いに行かせるっていうね、だから感謝してます、うんうん、でもあの守備面の不安視から、契約解除になってますけど38歳かどうかもちょっと微妙だね。年齢もですか、うん、見た時結構言ってた。あだからロッテいたフリオ・フランコもそうだけど、はい、ラミちゃんもそうだけど、はい、ちょ年齢怪しいよね。あ球団面の方ちょっと年齢怪しいよね。でも活躍もしてますからね。めちゃくちゃした、うんうん、でジェファーソン、はい、無印でピッチャーはミンチェ、うん、A ディアス無印、うんで2001年来ます。アレックス・カブレラ、カブレラ S3G6、 おカブレラ長いですね、うん、でこの後オリックス行ったりね、はい、ソフトバンクとか行きますけど、うん、最後はなんかねちょっとあの薬物問題で、はい、ドーピングで、うん、っていうの噂もねありましたけど、噂事実もありましたけども、はい、カブレラは2003年、うん、あのホームラン王さんの記録抜くかどうかで最終戦ロッテマリン、うん、1番カブレラ、はい、ドレスタメン、うん、で超満員で結局ホームラン打たれなかったですけど、うん、山本浩二監督当時で経営なんすんな全打席勝負やって言って、はい、で勝負して、うん、であのいい思い出ですね。でマクレーン、うん、A、はい、マクレーンに西武ドームで、はい、ホームドワンってもうプロ野球人生初めてのタックル受けて、はい、あのクロスし出たからね、はい、飛ばされて、やっぱ外国人みんなこうやってやるんですか。来る普通にで撮ってた、多分撮ってたと思うんだけど、はい、アウトだったけど、うん、病院直行です。なんか楽天の誰かにもこれ、あリックショートね。あリックだ、そうだ、うん、やられて。あとソフトバンクの選手にもやられて、ロッコ調節、はい、マクレーンにもやられて、うん、で続いて2002年、はい、エヴァンス、うん、無印チャン・ズージャピッチャー、B です。ズージャ、はい、韓国、あ台湾です。台湾えめっちゃよかった、来た時ね。うんでもなんか八百長問題でなんかあったと思うんだよね、はい、あ母国でね、いろいろ確か、はい2003年は誰も取らず、はい、だってもういらないのよ、
マグレーンとカブレラいるからいますね野手はね、うん、でそれで2004年ホセフェルナンデス、はい、ロッテから行って BB、うん、はい、2004年2005年と2010年2011年に来ます、はい、だもうカブレラフェルナンデス時代は、うん、でライトピッチャー無印だもうカブレラすごすぎて、はい、いらないよね、はい、野手もう十分ですね。だから全然人いないのよ西武って。いや外国人が本当に少ないですね、うん、で2006年ピッチャー、あ、打者リーファ無印、はい、ピッチャーがグラマン A、はい、でギッセル無印、うん、ギッセルとか超打ちやすかったよ。ホームラン打ったもん。グズマンはね途中守護神とかしてたりしてね左でね A ですもんね、うん、で2007年野手いないでピッチャーはねジョンソン、うん、無印。2008年、だここでやっとねカブレラがいなくなります。はい、2007年でうわー取んないとって、でブラゼル、はい、B、うん、でもいいですね B だったらまだ、うん、でボカチカ、うん、C でブラゼルは終盤打たなくて契約解除されて、うん、でアメリカ帰って、うん、で独立リーグ行って、はい、阪神が見つけてきて、はい、でもう一回戻ってきたら阪神大活躍って。だからもったいなかった。あ、そうか、そのブラゼルですもんね、うん、うんうん、でボカチカ驚異の9番バッター、はい、9番よ、うん、ホームラン20発ぐらい打つの9番で打率低いけど9番で20本、フルスイング、うん、めっちゃ嫌だった戦ってて、で2009年、はい、誰もいない、うん、打者は、はい、ピッチャーワズディ無印、ベイリス無印で2010年に打者ブラウン左、はい、来て C でピッチャーシコースキー来ます、うん、いろいろ渡り歩きながら、はい、S です。 S ピッチャー初 S。 あ、確かに。で打者11年マルハーン、うん、無印、はい、マルハーン全く記憶ないな本当で12年お打者ヘルマン、ヘルマン S、うん、めっちゃ盗塁バンバンするアウトになるけど、うん、覚えてます、うん、でオリックスも行ったりとか、はい、足のある選手でね、うんうん、でオーティズ無印のカーター無印、うん、でピッチャーはウィリアムス A、はい、ゴンザレス無印、はい、で13年ライアンスピリー無印、アブレイユ無印、うん、でピッチャーサファテ、うん、A。 でもここから、はい、ソフトバンク行っちゃいます。そうか、サファテって最初西武でしたっけ。いや広島西武来てソフトバンク、西武のイメージ全然なかった。1年だけ、1年だけ。あ、そっか。で14年メヒア、はい、SG です。おでランサム、はい、無印でピッチャーレイノルズボーデン無印、うん、で15年野手セラテリ、うん、無印、はい、でカクシュンリン無印、バスケス D、 ピッチャーのメヒア無印、うん、でここからすごいことが起きます。はい、はい、ちょっとびっくりしました。打者が、うん、20年のスパンジェンバーグ C まで16、17、18、19、誰も取ってないです。いや、これ資料を見て、浅田さんこう寝ちゃったのかなみたいな、忘れたのかなと思ってね、調べたらいなくてね。はい、だからあのゆっくりメヒアがね、うん、1人なんで、はい、あとはもうだっておかがり君、うん、でまあ途中ね中地とか浅村とか片岡、うん、で栗山、うん、で山川出てきたりとか、で秋山、うん、いやまあまあ日本人だけど、日本人だけでめっちゃいて、うん、だからメヒア1人で十分だったんだろうね、はい、もうメヒアしかいるイメージないですね。でそこでね、うん、秋山抜けたり浅村抜けたりするからね、うん、スパンジェンバーグをメヒアと二刀流で取ってきたんだよ、ね、はい、だすごい西武。いや、こんな球団なかなかないですね。なかなかない、うん、だそれだけ日本人が熱いっていうね、はい、外国人に頼らない、うんうんうん、だから FA で抜けなかったも最強。そうですね、今年は松坂が残留大きい、はい、でここから、うん、ピッチャーの受難が続きます、はい、16年から CCD、 バンヘッケン、ウルフ、ポーリーノ無印、うん、はい、ガルセス17年無印、シュリッター B、うん、キャンデラリオ無印のファイフ無印、カスティーヨ無印、はい、ワグナー D、 マーティン C、 ヒース B のニール B、うん、ギャレット C でノリン無印っていうね、うん、だからピッチャーのでもまあそこそこ、まあ、近年そこそこね、うん、すっごいのが来ないんだよ、はい、ピッチャーは S、 シコースキーの一人だね。はい、まあ、でも A とか B とかはいるんですよね。これどうなのかな、西武高いのかな点数。いや点数は人数が少ないんで、うん、点数はどうか分かんないですけど平均にしたら結構高いかもしれないねえ、はい、でもまあ野手はねカブレラ、ホセフェルナンデス時代があってのメヒア、はい、ピッチャーはなんとか頑張ってるかな、はい、先発がちょっといないよね西武、うん、大体中継ぎがみんな活躍してる。久しぶりにニールがね、はい、うん、2019年は頑張って去年パッとしなかったですけど、うん、何気にヘルマンか、はい、どうなんやろな。でも全然取ってないんで人。いやそうなんです、多分今までで最少じゃないですかね。それでもね
この19年18年の2連覇とかね、はい、で2000年前後松坂とかもいて強かったりとか、はい、すごいね逆にね、すごい日本人選手がすごいってことだね、うん、そういうことです ねということで集計タイム、はい、さあ集計終わりました。はい、はい、それでは西武ライオンズの得点発表します。じゃん157点あら低いですね。いや低いんですけど人数少ないからじゃないですかやっぱり、まあ、それもあるっすね、うん、で人数がで61人、はい、少ない最小かも、うん、最小だかもしれないです、ねはい、で平均在籍年数 1.86 年はまあ普通かな、うん、今までと比べたら普通、うんうん、少ないね、はい、あとやっぱりピッチャーがちょっと若干ねいいのを捕まえれてきてないかなっていう野手はね、うん、まあ、大きい人ありますよね、大きい厚めだったけど、うん、ピッチャーが若干ちょっと寂しかったかなっていう、ね、そうですね、うん、ところが、まあ、ちょっと点が伸び悩んだところかなっていう、取ってるチームって80人ぐらい取ってるじゃないですか、20人少ないじゃないですか、でその20人がいればもっと点数伸びてる可能性はあるので、うん、だどうなるのかはね、はい、まあ、シャッフルタイムよ。そうですね、うん、だからこれだけの点数じゃまだ分かんないですね、うん、しかもね、うん、あのドラフトの時も言いましたけど選手の能力を測る点数じゃないですか、ね、はい、どれだけの確率でいいのを連れてこれたかっていうね、この点数で ABC 評価が選手の能力を判定してるわけじゃないっていうところをね、はい、ご了承くださいよ、はいはい、ということで157点、はい、まあ、ちょっと意外でしたけど、はい、あのこんだけ人取ってなかったのも意外でしたね。うん、本当です。だ野手の日本人がすごいんだなっていうのはよく、うん、だから西武でね今回一番よく分かったのは西武の日本人選手がすごすぎるっていう、うんうん、はい、そういうことですね、はい、また一ついい発見ができましたね、はい、さあ今日は、はい、セ・リーグ巨人です。おー来ました巨人がね、うん、どうなってるのかっていうね、はい、気になるところですけども、もう早速いきます。はい、99年打者マルティネス、うん、西武からいらっしゃいました。はい、マルちゃん、うん、あの守れないのにレフトを守ってたっていうね、はい、すごいなっていうところありましたけど、うん、C です。はい、で3年間いる、はい、ピッチャーチョソンミン、うん、無印ガルベス、うん、S、うん、ね、審判にボールを投げつけるっていうねあの暴挙、はい、あれはすごかったですね。あんなことなかなかないですよね、で長嶋さんが坊主にするっていうね、はい、外国人選手を坊主に、いやいや長嶋さんが坊主にしてその謝罪の意味を込めて監督として、あーすごい、そこまでさせてしまう。暴れん坊もいいとこよ、うん、でもあのパワープロとかえげつなかったよ、いろんなとこ曲がって変化球も曲がるし、能力自体はすごかった、まあ、すごい選手だった。でも暴れん坊、うん、でパーラ、デセンス、無印、はい、で2000年打者いないです、はい、だってもうね打者えげつないよ、うん、ジャイアンツも、はい、だってあの松井秀喜さんとか、うん、FA で清原さんとったり、はい、江藤さん FA で来たり、はい、で二岡で西さん、はい、で吉信さんとか、吉信さん、清水さん、松井秀喜さんの外野いるから、はい、もういらないんだよ。いや確かに野手いらないですね。でキャッチャー阿部慎之助いたりとか、うん、はい、野手はいらないけど、取っちゃうのよ、うん、で守らすとこなくて苦しむタイプよ。はい、そうか、うん、まあ、一応取っちゃうんですね。そう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 、うん、でピッチャーメイ、はい、B、うん、あの阪神さんからいらっしゃいまして、はい、いらっしゃいましたで、チョン・ミンチェル、うん、ミンチョル、無印、アルモンテ無印、うん、ワズディン無印、うん、ラス無印で2002年クレスポ打者、はい、無印、うん、2003年ペタジーニ、うん、A です、A、ヤクルトさんからいらっしゃいまして、はい、ペタジーニさん、はい、でも巨人に来た時は A です。はい、はい、そうでレイサム、無印、はい、多分このレイサムだったかな、うん、高橋さのみさんの外野を取って、はい、そのままね福岡ドームでスタンド投げちゃって、はい、チェンジャーと思って、はい、でランナー帰ってくるっていうね、あーチンプレー、悲惨、そうですね、やっちゃまったっていう、うん、でピッチャー2003年ベイリー、はい、うん、D、うん、でランデル・サンタナ・ペドラザ・無印、はい、ペドラザさんもねあのホークスから来るっていう、うーん、で2004年、はい、おタフィー・ローズ、おー、あの近鉄がね、はい、合併してで、はい、そこから来ます、うん、ジャイアンツに SG です。いやいいですね。でシコウスキ、うん、B、はい、これもこの方も、はい、この方も、ロッテさんからか、はい、シコウスキに行きます、はいはい、ホーリー無印、マレン無印、うん、ミヤビッチ無印、ジャン、うん、ジェンミス無印、ミセリ無印、うん、この方はね、はい、もういきなりやらかしちゃって、はい、クビになってね。ミセリさんですか、はい、クビになって、うん、浅草観光行って、はい、あのこうなんちゅうの乗るやつ
何でしたっけ、あ、人力車、あ、人力車に乗って観光するっていうね、激怒っていうそうなんですか、日本の野球もクソ舐めてるっていう、でもスーパースターよ、メジャーのね、でグローバー無印、はい、で打者は2005年キャプラー無印、はい、2006年ディロン無印のアリアス無印、はい、で JP パウエル、 JP パウエル C、うん、でリン・ゲンゴ無印、うん、ジェレミー・ゴンザレス無印、うん、オビスポ無印、はい、で打者が2007年ホリンズ C、うん、ルイス・ゴンザレス無印、で2008年ラミレス S5 G2、 おすごい、はい、ヤクルトからいらっしゃいます、はい、で、ピッチャー2008年クルーン、いやちょっとこの辺すごいですね、 S、うん、グライシンガー SG、はい、バーンサイド無印、うん、ディッキー・ゴンザレス SG2、うん、ロメロ C、 2009年アルフォンゾ無印、うん、すごくないこの、はい、ここら辺このピッチャーすごい、はい、でもちょっと一つの原因が、はい、うん、マルティネスさん、はい、西武から今ランカーついてる、ね、ペタジーニーヤクルトから、はい、タフィーローズ近鉄から、はい、ラミレスヤクルトから、はい、メイ阪神、はい、シコスキーロッテ、ジェビーバウエルこオリックス、オリックスから、はあ、はい、近鉄オリックス、うん、クルーン横浜、はい、グライシンガーヤクルトリッキー・コントレスヤクルト、うん、あんまり結構まあ他球団にいたいい方を取ってこられてるってことですね、うん、方針的にね、うん、まあ、方針的に、方針的にね、はい、でその選手たちが活躍するっていう、はい、うん、選手にとったら幸せですよね、幸せです、お金いっぱいもらっていいですよ、はい、っていう流れです、はい、うん、で2010年、はい、打者投手とも誰も取ってないです、はい、そうそうです、だってグライシンガー、ディッキー・ゴンザレスいるんでいらないでしょ、うん、でラミちゃんいるんで、はい、いらないですよね、もうもうで野手も熱いんでね、で11年、はい、フィールズ無印のライアル無印打者で、ピッチャーはアルバラデホ B、 トーレス無印、バニスタ一軍登板なし、で12年ボーカ D、 お懐かしい、でマシソン、はい、S2、うん、頑張りましたね、でホールトン B、 ホークスにいらっしゃいました、はいはい、で13年ロペス、はい、GA、 GA、 でも DNA 行った瞬間に大活躍なんで捨てたの、ね、で、アコスタ無印、はい、セドン無印、メンドーサ無印のポレダ無印で、打者14年からアンダーソン無印、セベダ無印、これだって9番の主砲だからね、主砲よ主砲、はい、でフランシスコ無印、うん、カスティアーノス無印、うん、でピッチャー15年マイコラス、マイコラス S2、はい、大活躍、うん、で16年クルーズ無印ロッテから、はい、でオネルキガルシア一軍登板なし、うん、アダメス無印、ジョーンズ C、アブレイユ無印、うん、ホセガルシア無印、17年マーギー、はい、A、はい、これはね楽天からメジャータイガース帰って、はい、でかっかるのもう一回もう一回っていうね、はい、横締めじゃないです、はい、でカビネロピッチャー B、うん、打者マルティネス無印、うん、ピッチャーメルセデス無印、うん、まだ今も見ますけどね、はい、2018年ゲレーロ C、はい、中日から来ます、うん、タイトルホルダー、はい、活躍できず、うん、ヤングマン無印、19年ビアヌエバモタ無印、ピッチャークック無印、デラロサ D、うん、2000年パーラ無印のビエイラ・サンチェス・ディプラン無印、ね、まあ、ウィーラーさんがトレードで、そうですね、はい、あウィーラーは入んないですね、ウィーラー、はい、無印、はい、だからさあ、はい、ということで、うん、どうですか、ちょっと、まあ、人は多いなっていう、野手は80人です、はい、野手は少ない、野手少ないですけどピッチャーがもうえげつないんですよ、49、ほぼ3分の2、はい、ピッチャー、ピッチャーすごい取ってますね、ね、はい、打者はやっぱり比較的ね、うん、選手がいたんで、はい、取ってないですよね、まあ、日本人でできるっていうところが、うん、でこの13年からは、うん、まあ、若干ね打者も多めに取ってますけど、うんうん、あちょっと横滑り感がちょっと否めないですね、まあまあまあそうですね、あの他の球団のところでも聞いたなっていう名前がたくさん出てはきましたけど、まあ、選手にとっては幸せよ、そうですそうです、うん、あでもマシソンとかは、そうそう、マシソン、うん、ガルベス、はい、マイコラス、うん、ロペス、はい、ね、その辺はね巨人が見つけてきた、ロペスもったいなかったですね、そうですね、うん、さあということで、はい、ジャイアンツ
総得点発表します、はい、総得点はこちらです。じゃん、190点お200点いかずいってないですね、うん、まあ、でもジャイアンツのこの黄金期はやっぱ日本人選手がすごいから、はい、西武と同じパターンや、うん、基本的には、はい、そこまでね、あとちょっとね横滑りで来る人って、うん、そこまで長くできる人少ないのよ、はい、まあ、年来てるからね、うんうん、日本に来て多くなるじゃん、はい、最初からいるとねもっと多くなるんだけど、ね、うん、だからその成績がね分かれてるところ半分になってるところもね、はい、まあ、得点が伸び悩んでるかなっていうところはありますけど、まあ、ただ外国人が80人取ってるという、80人めっちゃ多いですね、うん、ちょっと多めですねやっぱりね、うん、平均が 2.0、ね、うん、まあ、だから比較的ね来たら長くいてくれるっていう、そうですね、あと複数年提示して呼んでる可能性もあるね、うん、最初からね、はい、だから平均年数としてはまあまあ 2位超えてるんで多い、うん、でも得点がちょっとね低かったかな、はい、まあ、でも巨人ってやっぱりこう日本人野手の印象って強いですよね、うん、あと FA でも取ってくるから、はい、ちょっと使うのがね、そうなんです、日本人のいい選手も集まってくるから、うん、でもちょっとここ最近のね外国人選手の活躍がね、うん、ないところが苦しいんでね、はい、ここら辺ねランク付けできるように頑張ってもらいたいですね、はい、そうですね、うん、ジャイアンツ、うん、感想コメント欄お待ちしてます、はい、今日、はい、この動画撮影これで14本目になります、はい、撮ってるどんだけ撮るんだっていう、だって俺も来たのが朝の8時半、はい、俺はねプロスピー最初撮って8時半に来て、はい、9時半10時半11時半12時半もう5時間、はい、5時間ずっと座ってますここに、はい、そうですね、お昼も食べながら撮ってましたしね、うん、やばくない、そうですね、5時間ずっと喋ってんだよ、はい、私ももう、ま、もうすぐ5時間、もうそうだね、9時に来てるんで、うん、やばくない、でも早いですね、やっぱ喋ってると、うん、はい、しかもあれよ、うん、あのこの後ラジオだから俺3時間喋るんです、そうですね、今日1日何時間喋ってんだよさあソフトバンク、はい、はい、あ今日ソフトバンクです、はい、行きましょう、さあソフトバンク99年ニエベス、うん、牧原さんから日本シリーズでホームラン打ったっていう記憶だけあります、はい、この頃まだ一軍いないんで正直あんま分かんないんですよ、はい、無印、うん、ペドラザ S2 守護神、はい、めっちゃ早かった、俺初めてヒット打ってちょっと嬉しかったもんね、ペドラザからヒット打ってたよ、打てた、うんうん、でピッチャーランデル無印、はい、で2000年打者バンクス、うん、無印、ラジオ無印、ラジオね、ラジオっていうピッチャーいたの、へえ、いや2001年、はい、バルデス、うん、エグカってバルデス、はい、左バッターでめっちゃ打席から遠く立って、うん、でもアウトコースが届くっていう、でもインコース行くとやばいっていうね、はい、すごい、まだ俺ペーペーだったけどすごかった、でミッチェル、はい、無印、うん、でヘイニー無印、うん、2002年バークハート無印、はい、ピッチャーゴメスカスティーヨ一軍出場なし両投手、2003年ズレーときます、幕張ファイヤー、はい、パナマ運河っつって GAA、はい、ネルソン無印のチン無印、うん、でピッチャーナイト無印スクルメタ無印、うん、でもこの辺のソフトバンクももうえげつないからね、そうです、日本人選手、うん、だって先発は斉藤和美杉内和田で新垣田上さんとか、うん、で寺原とか後に来た、うん、全員エースっていう、うん、なんか次もえげつなかったからね、でバッターだって、はい、だって国分松永井口、うん、城島、はい、柴原村松とか、うん、えげつなかったもん、もうすごいメンバーですね、そう外国人無理にいりませんよっていうくらいね、うん、だけどまあズレータとか、うん、バルデスとかいますしね、そう1人だから1人いれば十分なのよ、はい、レフトに、で2005年カブレラ、はい、B バティスタ B、うん、バティスタもえげつなかったんだけどね、うん、でピッチャーグーリン無印メルカド無印のボイルズ無印フェリシアーノ D、 で2006年ヨウ、これヨウ大官のお兄ちゃん、そうピッチャーでね、そこから野手になって無印で、カラスコ DJ カラスコ、はい、無印、2007年打者ブキャナン、うん、アダムハイディジュ、ハイディジュアダムっていうね登録名だったあそうなの、無印、ハイズ、ブキャナンはね、はい、ボビーがインハイ攻めろ攻めろって言って、はい、あの低めの変化球ばかりってホームラン打ってぶち切られてて、はい、北九州でへやあのやれって言われたことやんなかって、はい、打たれたからぶち切られて、はいよく覚えてますねでピッチャーがガドームソン、はい、無印、うん、でニコースキー、うん、C でスタンリッジ CC、はい、で2008年からホールトン、うん、S、 おーすごい、そうで、ね、で2008年とレストビッチ無印、うん、JP パウエル、うん、無印、うん、で2009年オーティズ BB、う
アギーラ無印、だからこれオーティズ、はい、どこでも行ってる。あ、今日いっぱいいますね。そう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 、うん、ビッチャーファルケンボーグ、はい、S、おーロー無印のジャマーの無印、2010 JD ダービー無印、うん、イデホ、あ、イボムホ、イデホじゃん、イボムホ、うん、こうあの代表では結構打ったの、無印でペダジーニ、無印、うん、これもう晩年だから、はい、そうですね、もうしょうがない。でアレックス・カブレラ、うん、無印、もう晩年だから。そうなんだ、そうです、うん、でピッチャーデレオン、無印、一軍出場なし、うん、バリオス、うん、D、レルー、無印で、ブラゾバン、15試合で 0.56 よ、防御率、お無印だけど、うん、でもそんなに活躍したのに途中から来たってことかですかね、うん、どうしたんだろうなっていうぐらいの大活躍、うん、そうですね、うん、防御率めっちゃ低い。で12年打者アレン無印、ペーニャ B、うん、楽天にもいたでしょ、いました、オリックス、うん、そうそう、ロッテも来てね、うん、はい、でピッチャーのちょっとねここから進みます。はい、12年はね5人取って全員活躍しない、はい、カストロ、ピント、ドイル、ロメロ、ペニー、うん、無印、はい、ペニーなんてクイックできないから盗塁ばっかりされて激怒って13年ラヘア D、うん、これ肋骨骨折、あーその人ですか、うん、うん、え肋骨骨折はでもリップ、あ2人2回、あ2回あって、そう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 ガーン、うん、そうそうそうガーンって、ファーストサードのそれた時に当たったんだよね、あそうなん、脇開けてるところに、カニザレス無印、うん、イデホ GAA、うん、オリックスから来ます、うん、でピッチャー14年からサファテ、はい、S3 です、うん、そりゃすごい、はい、ウルフ無印、うん、バンデンハープ B、うん、スアレス C、 これ阪神って、はい、タイトル、うん、今すごいですね。そうそう、でモイネロ S、はい、17年デスパイネ S2G2、 おコラス無印、コラスね亡命しちゃって、はい、保留者名簿どうとか今回外れてね、うん、メジャー挑戦できるっていう、はい、亡命しちゃったのキューバで。へーで、グラシアル B、 あ B ですか、なんでグラシアル B やねんってね言う人いるかもわかんないですけ ど、 思っちゃうけど、1シーズンいないんだ、あそっか、だから足りないんですね、そういろんなことが足りないんだよ、はい、そっかそっか、途中からなんだったから、うん、で20年バレンティ、はい、無印、うん、でピッチャーは18年からミランダ、うん、スチュアート、ムーア無印、うん、だからやっぱり野手少ないね、少ない、いるからね、うん、そういうことですね、うん、でちょこちょこズレータぐらい、ズレータ、カブレラ、バティスタぐらいまで良かったけど、そっからね、うん、ちょっと、はい、小休憩入っていく、うん、だからちょっとね、でもその代わり日本人がすごいからね、いやそマッチとか来たりとか、だからまあずっと強いチームになり続けられるんですよね、そう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 、比較的少なくない人数、だってここで終わってるもん、うん、はい、だいたいね、ここまで行ってないの、最後まで行くのが、うん、結構途中で、そうそう、でいらないんだよね、多分、うん、無理に、野手少ない、私まあ少ない割に結構ランクはついてますね、ついてるついてる。でもピッチャー全体的にやっぱどこもピッチャー苦戦するのかな、うん、どこのチームも、うん、そうですね、比較的ピッチャーがなかなかね、うん、当たりがいない。その中でもまあホールトン、ファルケンボーグとか、はい、ペドラザ、うん、サファテ、はい、バンデ、モイネロ、だそういった面でもどうなんだろうね、点数ですね、はい、さあ、はい、得点、さあ来ました、はい、はい、さあ得点発表、はい、いきましょう、こちらです、でるじゃん、160点ほう、低いね、低い、ただ、うん、やっぱ人数もそこそこ少ない、69人本当ね、うん、で平均年数 2.13 年、あ結構結構来たら長い、はい、160点、はい、ロッテと一緒だね、そうですね、だロッテが人数何人だったのかにもよりますよね、ロッテも少ないよ、60何人あ、そっか、うん、いや、そう思ったら、あとここに書いてる、ロッテはね、68人あ、69人なんで、ほぼ変わんない、うんうん、もっと高いのかと思ってたけどね、まあ、外国人がいっぱいいるチームが強いってわけでもないですもんね、うん、こんだけ取って思ったけど、うん、全部総括はなんでそんな点数なのかもうちょっと詳しく調べたいね、うんうん、確かに、はい、やればやるほど謎が深まるね、うん、はい、これって何なんやろっていう、そうですね、うんうん、でもまあこれってスカウトの評価じゃないですか、うん、だから最終的にあの、まあ、シャッフルタイムするじゃないですか、うんうん、それでは結構クリアに分かるんじゃないですか、分かるか分かんないね、うん、じゃあ最後まあどうなるのかね、はい、あ次が最終回ですね、あそうですね、はい、ヤクルトか、はい、はい、総評まであの取るのでそちらまで見てください、そうそう、はいはい、お楽しみに、さあ最終回、はい、来ました、本日、ね、最後の動画撮影になりますけども、うん、はい、最後はヤクルト、はい、お待ちかねの、そうですね、ヤクルトが一番高いんじゃないのかなと思って最後に残しておいたんですけど、はい、いくつかは知らないんですよ、はい、
調べただけでなんかいい選手いそうですよね、うん、そう、ペタジーニとかね、ラビレスバレンティーンみたいなとかね、イムチャンヨンとか、はい、もうね、もう言えるだけでもめっちゃ来るからね、はい、バネットとかね、だから一人で大きい点数稼いでくれそうな人がいそうですよね、いそう、うん、さあということで、はい、今日はヤクルト言いたいと思います、うん、99年ペタジーニ、はい、S5G7、 もう最初から来ました。いきなりペタジーニ爆弾、すごいすごい、はい、そりゃ打つわ、そりゃすごいですよ、で、うん、松本選手これ帰化されるんでね、あ、そういうこと、はい、途中最初はね、はい、外国人選手を来て、うん、で帰化して今コーチでね、います。松本雄一さん、はい、で次をこちらもね一緒です、次を、うん、はい、その多分日系人なんですね、ブラジルに渡ってっていうところでね、はい、なるほど、でスミス C、はい、でピッチャーは A か無印、うん、ハッカミ B、 バチュラー無印で2000年、はい、ロブロ無印、うん、でリーゴ無印、こちらもこの次を雄一と同じ感じの、うん、だから2軍でよく戦いました、ここら辺は、そうなんで、はい、日系系の、あ、そうですさ、レモンレモン D、 へえ、かわいい名前、全くわからんでも D ってことは出てはいますね、うん、2001年、はい、すごいのいきます、うん、アレックス・ラミレス、おS5G4 です、はい、すごーい、ラミレスペタジーニとラミちゃんが同じ時代があったんだもんね、ペタジーニ2002年までいるから、あ、えげつなくないすごい、ね、2人がだからスタメンで出てるってことですよね、うん、でピッチャーニューマン C、 ハースト無印、うん、ホッジス、ホッジス S、うん、こんなにいて、はい、あ、だから優勝してるもんね、だこの頃に優勝してるんですよね、そうそう、若松さんの時ね、うんうん、はい、で2002年はどちらも取ってない、まあ、取る必要ないよね、うん、ペタジーニラミちゃんいて、はい、ピッチャーホッジスいて、うん、いらないよね、はい、で2003年ベッツ、これペタジーニいなくなるんでね、はい、で B、うん、それよりもっと活躍してるから、うん、そうですね、でピッチャーベワリー無印、マウンス無印、2004年、ゴンザレス無印、うん、で打者はマーチン無印、はい、2005年からレグス、レグス A、 で2006年 ラロッカ、うん、C、 このねラミちゃん、レグス、ラロッカ並んでて、はい、岩村いて、うん、宮本慎也さんいて、青木いて、はい、やばかったよ、いやそう、もう聞いただけで強いですね、打線、うん、エグスの交流戦優勝争いして、はい、めちゃくちゃすごかった、うん、この時の打線は、はい、でピッチャーがラミレス・ジュニア無印、うん、ガトームソン B、 で2007年ガイエル A、 だここでねラミちゃんがあの2007年最後、そうですね、うん、でグライシンガ S、うん、シコースキー無印、うん、2008年バルデス打者無印、はい、でイムチャンヨン A、うん、ピッチャーリオス無印のダグラス無印、うん、2009年デントナ B、うん、でピッチャーがリ C、うん、でバレット無印、10年ホワイトセル D、 バーネット S2、うん、でデラクルス無印のバレンティ、ピッチャーS6G2 です、すごいS の数がこんだけ多いってなかなかですね、しかも全部ヤクルトは自前よ、うん、はい、そうですね、誰一人横滑りいないんだよ、そうか、ペタジーニもラミレスも、うん、ラロッカだけだね横滑りは、うん、うーん、あと全部自前よ、ペタジーニ、ラミレス、バレンティン自前よ、ピッチャーもそうですか、グライシン、そう、グライシンがイムチャンヨン、バーネット、バーネットも自前よ、あーすごい、だってロマン、オンドレスク、バーネットの後ろ3枚、うん、えげつなかったもん、リーグ優勝の時ね、真中さん監督の時の、あの後ろえげつなかったよ、バレンティホームラン60発ですし、はい、しかも全部自前、はい、やばい、ヤクルト誘導なんだ、誘導だね、そうですね、スカウトすごいですね、スカウトやばい、うん、見る目が、うん、ドラフトと大違いだねどうしたんやろな、それドラフト、そうでしたっけ、ドラフトちょっとあんまりだったんだよ、なったでしたっけ、うん、はい、そうかそうか、ドラフトでも発揮すればね、うん、何が違うんだろうね、そうですね、うん、外国人と日本人は見るとこ違うんですかね、うん、そこをもうちょっとね頑張ったらすごいよ、うん、編成とスカウト、うん、そうですね、外国人最強だねこれ、うん、やばい、かなり、しかも人数そんないなそうなんですよね、うんうん、12年、はい、ミレッジ、うん、A、ピッチャーロマン、はい、B、ラルーム印で、カーペンター、うん、D、 でナーブリン無印、15年デニング、うん、無印、オンドルスク A、 このロマン、オンドルスク、バーネット、はい、この3年最強、で16年ジェフ無印、うん、ルーキ ー A、 ペレス無印、デイビーズ無印、だここら辺のねやつはもうねバレンティー取ってるから誰か一人安く活躍できないかなで、デニング、ジェフ、はい、でもポンポン、そう、独立リーグにいたからね、はい、
で、17年グリーン無印のリベロ無印、うん、でピッチャーはブキャナン C、うん、ギルメット無印のオーレンドルフ無印、うん、で18年からハフ B、 B カラシティ D、 アルメンゴ無印のウルキデス無印、マクガフ CC、 スワレス無印、うん、でもスワレスはね点つくよ、もう1年間でやったらもう頑張れる、はい、で野手は18、19取ってないんだよね、うんうん、それいらないよね、はい、で20年バレンティンがね、うん、グッバイホークス、いやそうですね、でまた活躍できる、はい、だ逆にヤクルトとしてはねいい形でリリースしたかなっていう、うん、はい、でエスコバ C、はい、でも対談です、はい、でピッチャー井上クック、うん、無印、まあ、でもちょっとバレンティンのこれからがちょっとあれですね、そうだ、だからこのね20年で、うん、ペタジーニ、ラミちゃん、バレンティンで野手はカバーしてるね、はい、もうそれだけで3人で、はい、だってみんな長年いるし、それもいいね、何人で20年を回したかっていうのも、うん、はい、よくない、その評価の対象としてね、はい、うん、3人ってすごくない、すごいです、でビレッジ行って、でしかもあのその大きいビッグ3以外の人もみんなランクついてるんですよ、でもそうすごくない、すごい、で外国人ヤクルトいいですね、うん、しかも高いもんね、はい、簡単に A とかついてるもんね、うん、ほぼ主力でもう球界代表クラスよ、はい、だからいなくなっちゃうんじゃない、まあそうか、うん、だってみんな一応、まあ、長年いますけどね、そこそこそう結構いるよ、うん、いますよ、だから他のチーム行くときにもう晩年になっちゃうから、うん、やっぱちょっと表現はあるけど出がらし感に、はい、なっちゃうっていうところがね、うん、あるけど、だからいい方いい時にリリースしてるかもわかんないね、はい、確かに、でもラミちゃんはねそこからもめっちゃ活躍するからね、はい、巨人行ってもラミちゃんはだって S5G2 だから、え合わせたら何 S10G6S14 すごいやばくない、最強かな、ラビちゃんってすごいですね、ラビちゃん最強じゃない、うん、あとカブレラか S3G6 からの、あでもそんな S10 いかないもんね、10はいかないですね、うん、最強かも、まあ、長く日本にいたっていうこともありますけど、うん、そう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 、やばいね、うん、あラビちゃん最強説出てきましたね、うん、ラビちゃんかもね、はい、最強の、はい、まあすごいすごい、それは監督になるで、まあ、それラビちゃんってやりますよね、うん、そう3球団行くよ、はい、うん、でもヤクルトすごいね、うん、じゃあヤクルトの総得点集計します、はい、はい、わお、はい、さあ集計終わりました、はい、うん、ヤクルトスワローズ、はい、総得点発表です、はい、じゃらららじゃん244点、すごい、ダントツよ、ダントツ、もうダンのトツ、もうすごい、ダンのトツよ、はい、244点よ、はい、それも207点でしょ、はい、これどんなに集計間違ってても、はい、多分、1位から変わらないんで、ほかの1点差とかはね、はい、若干変わる可能性あるけど、ちょっと間違えてましたってなるかもしれないけど、しかも、うん、62人しかいない、めっちゃ少なくない、めちゃくちゃ少ないです、効率めっちゃいいね、はい、しかも平均年収年数 2.33、はい、来たら長い、来たら長いし活躍するし、うん、すごいですね、見つけてくるし、うん、自分らで、はい、ほぼ横滑りないし、はい、おお、もうダントツじゃないですか、もうキングオブ外国人スカウト編成能力が高いね、はい、もうキングオブもキングオブね、はい、ダントツですね、うん、うん、もうミスしても、はい、ミスしてどっかが足したり、はい、ヤクルト減らしても、うん、もう覆らない、変わんないですね、うん、だってほぼ40点、うん、40点でいけないよ、ほぼランクついてますからね、うん、しかも高いね、高い、低いのがあんまいないもんね、うん、ほぼ高いもんね、だもうピッチャーがちょっと無印の方ちょっといらっしゃるかなぐらいですね、もう、うん、そうだね、はい、でもこっからまたスカウト今年以降、うん、どうなってくるのか、もうちょっと頑張んないとね、うん、まあでも高いからね、はい、ちょっと最近低迷してんだよね、いやそうそうなんですよ、2000ルーキー、まあ、最近ちょっとね16年以降が、うん、じゃあ17年以降がねちょっと低迷してるから、ね、野手で言ったらバレンティいなくなってからがもうそんなドーンっていうのは、うん、勝負だね、ここからまたいけるかどうかね、はい、でもスアレスはね点つくと思う、うんうん、でも総得点の1位はヤクルト、はい、あとはこんな順番になっておりますけども、はい、シャッフルタイムが、はい、だからちょっと今日この動画が最後なんで、うん、撮るのはですねまたもう数日後になるんで、はい、得点の内容評価の内容、はい、シャッフルタイム、うん、後日お届けします、はい、ということで一番得点数が高いのは東京ヤクルトスワローズでした、ありがとうございます、はい、さあ、はい、長々とやってきましたけども、はい、外国人スカウト、はい、びっくりするほど、はい、そんな回んなかったいやいやそんな興味ないのかな、いや
でも面白かったけどね、知らない選手が出てね、そう、あ、こんな選手いたんだと思ったんですけど、うん、そうですね、ただ私ちょっと謝りたいことがあって、なんですか、その外国人取った日、うん、1日で12、3本取ったじゃないですか、最後の方自分のテンションめっちゃ低いなと思って、そうなんですか、はい、あんまり気にならなかったですか、本当ですか、はい、見てて自分すごい、あの、まあ、私も一応見るんですよ、うん、でも、あ、ここ今のテンションだったらこう反応するなとか、うん、全く反応してないところとかって、気合い入れてくださいよ、じゃあ、いや本当ですね、うん、いやでもやっぱあの12本目とか3本目多分結構疲れてるみたいな佐藤さんのテンション変わんないのがすごいなと思いました。だからヨーラも一緒だもん、常に安定 80%。 そうですね、私多分あのこうなって最後もこの辺にいましたね、うん、あとね、はい、多分だけど知らない選手が多いから分かんないんだよ。あ、それはありました、うん、だからこうついていきづらいのよ、だからテンションが下がっていくのよ、はい、徐々にこうなってましたね、うん、私2013からの外国人だったら、うん、あーってなるんですけど、その前知らない選手が多いっていうね、はい、あとねやっぱ気づいたのがね、はい、この AK レーシングさんのね、はい、椅子がねやっぱ最強やっていう。あ、それは思いました。だって5時間ずっと座ってんのに疲れないんだよね、うん、全く、そうなんかこう、あー、もう知りたいとかないですもんね、全くない、本当にすごいですね、はい、ここまで言ったらね、はい、あの自宅に、はい、そろそろ椅子が AK レーシングさん届くんじゃないですかそのために言っちゃダメですよ。いやいや、欲しい欲しい、これは自宅に買ってください、え、買ってください。いやいや、もう This is宣伝です。はい。何も言われてないのにね。そうです。案件でもなんでもないのに。そうですね。いやでもすごいいい椅子ですよね。いやこれね。本当に。あとですね。はい。めでたく、オンラインサロンが開設してたみたいで。オンラインサロン？はい。さつざきの。はい。え、すごい。自然発生で。自然発生？はい。はい。やっぱりね。はい。調べるの。うん、僕らも労力使いますけど、はい、調べるところが間違ってるとこっちも間違うんですよ ね、 そうですね、人のせいにはしたくないですけど、はいはい、複数のとこから調べるよって思うんですけど、さすがにそこまでなかなかできないんですよね、はい、そしたらオンラインサロンのメンバーが調べてくれるんですよ。ありがとうございます。なるほど、ありがとう。コメント欄とかでみんな教えてくれるって、そうそう、ありがたいですね。そしたらすぐコメント欄に、ね、寄せて修正するっていうね、うんうん、システムで、だから皆さんに、はい、支えられてやってるのがこの調べる系です。はい、そうですね、やっぱ人の手なんでね。でもちょっとね、頼ってるとこもある、うん、あのどうせちょっと間違ってても教えてくれるっていう、はい、そうですね、いや、オンラインサロンの、はい、無料オンラインサロンのメンバーの人が、うん、そうですね、はい、ありがたいですね。いや、だからみんなで作り上げてるってことですね。そうそう、ジャイアンツなんて、うん、イスンヨプ忘れるかって話よよく名前出てくるイスンヨプが、うん、一緒にやってて、はい、しかも、うん、あんな活躍してて、はい、忘れるかっていう、はい、忘れてんだよね。忘れちゃうんです。入って、え、俺コメント見た時、え、イスンヨプ、いや入ってるでしょ、さすがに、はい、あれいないそんなもんなんですよ、やっぱり。そうなんですよ、ね、ありがとうございます、メンバーの皆さん、ありがとうございます、ね、あの本当にオンラインサロンが必要だと思ったらコメント欄ください、はい、考えます、はい、いや、そう考えたらいいですね、はい、だってもしオンラインサロンあってみんなで頑張っていろんなことを企画としてできるし、はい、でしかも、あ、ジャイアンツファンのオンラインサロンのメンバーの方、ちょ、調べてもらいますって調べてくれるんですよ。あ、確かにデータこれですって言って、はい、いろんな人のちょっと見て照らさせて、でみんなで協力して新しいものを作っていく、はい、で完成版ができる。いいね、いいですね、はい、皆さんもし必要とあればやるんでね、はい、コメント欄お願いします。お願いします、はい、さあ今日はですね、長くやってきましたけど、はい、あの ABCD 評価の、うん、答えを今日は発表します。あ、はい、わかりました、はい、査定の、はい、皆さんやっぱり知りたいじゃないですか、うんうん、今回でもね、厳しめです。そうなんですよ、全体的に、うん、まあ、皆さんもご存知だと思いますけど、 S はタイトルです、はいはい、首位打者、ホームラン王、打点王、最優秀防御率、最多勝、最多セーブ、最多ホールド、はい、っていうタイトルが S、はい、あと沢村賞も入ってます。あ、そうですね、すごいんで、はい、で G はベストナインとゴールデングラブです、はい、だからあの前回の、ね、ドラフトは S と G が一緒でしたけど、うん、今回はベストナインとゴールデングラブは G で、はい、でその前の数字はそれを何回取ったかっていうね、うん、在籍年数の中で何回取ってるかって、ね、そうそうそう、だからこうね、違う球団行っちゃうと、うん、そこの球団でどれだけのレベルのことができてるかなんで、はい、こっちは S だけどこっちは無印とかあるんですよね。そうですね、晩年になってくるとそうつかないとか、ペタジーニとかね、はい、カブレラとかっていうところあるんですけど、うん、そのチームにいた中でどれぐらいの成績残したかっていう、はい、だから移籍しすぎると
点数が割れちゃうんで低くなっちゃうっていうね、はいはい、だずっと一筋でやってた方すごい高かったですもんね。すごいローズね、ロバート・ローズさんね、うん、はい、あとは誰だったかな、ローズよりすごいのいたよね、一人確かいた気がしますね、えげつないのはい、一筋の人、あとまあマートンとかもすごかったけどね、阪神のねマートン、ああはいはい、そうでしたね、ということで、あと ABCD 評価は打者は、はい、打者の D は100試合以上出場したら D です、はい、うん、無条件でほぼスタメンっていうことですね、そうですね、まあ、あと代打とかね、とか、はい、まあ、100試合以上出たらまあまあ D ぐらい上げてもいいかなっていう、1軍にはずっといたよ、はい、であと2割5分、はい、ホームラン20本打点60盗塁30盗塁をクリアしたら C、うん、はい、まあ、これぐらいは最低いるやろっていう、うん、はい、外国人で来た時に打率2割5分打てへんってやばいよねっていう、うん、でこの中どれが一つでもクリアしてたら C なんでね、はい、あそうですよね、はあ、打率が低くてもホームラン打ってたら C だし、うん、で2割7分5厘、はい、ホームラン25本、うん、打点80盗塁35以上いくと B です。だ B は結構もう B はもうレギュラーいいですね本当に、うん、でも B は欲しいでしょ、欲しい、スケットだったら欲しい、スケットできて2割7分5厘打てないの、ホームラン25本打てないの、うん、打点80、はい、足の選手で35盗塁できないの、え、じゃあ何なのみたいなね、どれかでいいんですもんね、そうどれかでいい、うん、だから足特化でもいいしホームランでもいいし、はい、だからのリックショートみたいにホームラン少ないけど3割打ちますよっていう、はい、いうのもいるしね、うん、打率は少ないけどホームラン30発打ちますよっていうやつもいるんで、はい、あとちょっとどれも平凡だけど足速いですよっていうね、はい、ヘルマンとかね、うん、っていうのも、まあ、だからどこもカバーしてるっていう、はい、A が打率3割、はい、ホームラン30本、うん、打点100盗塁40以上が A です、うん、やっぱここまで来てくれてありがとう、最強だね、ですね、 A を取ってきたらもうスカウトさすがっていう、うん、はい、そうですね、うん、まあ、最低 B よっていう、うん、C はギリよっていう、 D はうーん3番手ぐらいの外国人みたいな、うん、だから D の方ってあんまり DD とかっていなかったですもんね、やっぱ1年しかいないことが多かったですね、で A とか BB っていうのは、うん、その同クラスの成績を2年以上残したことがある人は A ね、はい、だから AB とかになんないの、下がったやつはかからない、もうトップだけ、うん、トップだから DC とかない、はい、で当初は D が規定投球回、うん、もしくは30試合登板、はい、中継ぎだと、うん、が D です、はい、まあまあ一軍にはいましたねっていう、そうですね、うん、で C が10勝、はい、防御率 3.5 以下、うん、30セーブ25ホールドポイント、はい、で40試合登板、うん、ができれば C、うん、でプラス中継ぎとかは40試合以上登板で防御率が3点台だと C です、はい、意外ともうここハードルちょっと高くなってきますよね、そう高いよ、ピッチャー高い、高い10勝で C だからね、はい、でもよ、はい、外国人投手の先発が来てよ、はい、10勝って最低限ですよね、意外と10勝ってやっぱハードルは高いですよね、でも外国人投手来て10勝もできにひん投手取ってくるの、まあ、そもそも、まあ、そうですけど、だってエース格でしょ、はい、ローテーション3番目くらいには入ってくるピッチャーでしょ、はい、先発だと、はい、それに10勝を望まない人ってもうそもそも終わってるよね、まあまあそうですね、まあ、そのぐらいしてほしいと思って入団、そうだから C は行かないとっていうね、まあそうですね、うん、でリリーフだとやっぱ40試合ぐらいは投げてもらわないとっていう、まあ、そうですね、うん、最悪、うん、やっぱセーブだと30、はい、ね、ホールだと25ぐらいは30セーブか、はい、うん、だって守護神取ってきましたって言って20セーブぐらいじゃはって感じでしょ、確かに、うん、だピッチャーも C 以上はいいのよ、はい、そうですね、いやもうかなり活躍してますよ、うん、そうそうそう、はい、で B が12勝、はい、防御率3点以下、うん、はい、で35セーブ、はい、30ホールドポイント、はい、50試合登板、うん、で40試合以上登板で防御率が2点だ、はい、だと B です、はい、その先発の方の防御率っていうのは規定投球回プラス防御率ですね、そう規定投球回言ってたね、だから規定投球回言ってないと向こう、向こうですね、はい、防御率に関しては、うん、先発はね、はい、12勝、もうエースよ、エース。エースですね。で、B。B。え、A って何でしたっけ？ A は15勝以上。はい、あ、15勝以上か。防御率 2.5 以下。はい。で、セーブが40セーブ。うん。ホールドが、ホールドポイント35。うん。40試合以上登板して、防御率が1点だ。はい。だと A です。いや、で、見ててやっぱ A のピッチャーってそこまでいなかったですよね。うん。ハードル高いよ。でも、ここは望むでしょ。だって日本人でも行くのに。
まあまあ行きますね、うん、はい。そういうのに外国人の助っ人が来て行かなかったら、だって助っ人でしょ、はい、助っ人って助っ人しなきゃいけないんでしょ、はい、助っ人にならなかったら助っ人じゃないじゃない。確かに確かに。だからどのランクを呼んでこれたかって、だから A とか呼んできてたら最強よね。いや最高ですよ。だからピッチャーで、ピッチャーで A だとロッテだとね、ミンチ、ああグライシンガ、うん、でもこれはあのちょっとね広島と巨人さんから来たっていうね。あまあまあ、はい。であとはあのボルシンガタイトル取ってんでね、はい。西武だと A はね、ミンチェで、グラマ、うんうん、シコースキー、はい、ウィリアムス、サファテ。あ、意外といますね。で中日がソン・ドンヨル、うん、バンチ、ギャラード、チェン・ウェイン、ソーサ、ライデル・マルティネス、うん、ロドリゲス。横浜が意外といるな。横浜、ソーサ、ソーサ、パットン、エスコバしか A がいない。へやっぱ A はね、難しいと思う。難しい。オリックスは A のピッチャーいないもん。一人もいないよ、オリックス。そうなんだ。打者は結構多いですけどね、うん、A いな。日本ハム A はミラバル、グリーン、マーティン3人、ヤクルト、オンドルセク、ルーキー、イムチャンヤン、バーネット、グライシンガー、ホッジスいるね、結構。そうです、ね、ヤクルト結構いいのね、うん、いますね。で巨人、ガルベス、うん、グライシンガー、ディッキー・ゴンザレス、マシソン、マイコラス、うん、ソフトバンク、ペドラザ、オールトン、ハルケンボーグ、モイネロ、サファテ。でも A 以来ね、もう一気にタイトルだね。そうですね、うん、もしかしたらタイトルって最多勝とかだと、そう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 、15勝はいってない可能性ありますよね。うん、そう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 。それでもタイトル取ったやつだからね。で, す で, す で, すでもその年一番活躍してるってことだ。確かに、うん、これが基準よ。はい。これね、点数、はい、頑張って考えたんですよね、はい、どういった点数でどうやろうかっていう、うん、はい、で点数考えた時に D は1点、はい、で C が3点、はい、でもし CC だと加点プラス 2で B は5点、はい、で BB だと加点プラス2。全部加点はプラス2、うん、で A は7点、うん、で加点はプラス 2、はい、AA だとね、はい、だからイスニョプの場合は9点なんだよね。ああ AA だから、うん、で G はプラス3点、うん、で複数回取ってると複数回に合わせて2点ずつアップ、はい、でも 3G だと、3たす2たす2ってことか。3たす2たす2だから7点になるっていう、うん、で S は10点、はい、で増えるたびにプラス4点だから 3S だと18点。10たす4たす4ってことですね、うん、だからロペスやばいのよ。だからローズ、あらー、あ、ローズなんて、1人で20点ぐらい入ってましたよね。そうそう、ローズが 6SG7 だから、はい、基礎点10点のプラス5だから S が30点でしょ、はい、で G が 3.6 に12だから15点、4の5回だから、あ、4が5回すごっ、だから20だから30点、30点だ、おーすごい。で G7 は3の12だから15点、だから45点よ。もう1人で45点だって。 DeNA って200点ちょいぐらいだったから、はい、1人で4分の 1だから5分の1か、約、はい、20%、23%1 人。そうですね。2、3割ぐらいも1人で取ってるという、うん、すごい。ローズいなくなったらぐわー下がるからですね。わーお。っていう点数計算して、はい、でいろいろ考えたんですけど、はい、で、まあ、今日の動画撮影が、うん、まだ全部のチームが出てないんで、はい、あ、そうですね、あ、修正入っちゃうんですよ、オンラインサロンのメンバーの皆さんが、はい、うん、だからオンラインサロンのメンバーの皆さんが、はい、いろいろ決定見つけてくださって、はい、全部の点が決まった後、うん、シャッフル大会するんで、はい、でこれもいろいろ今考えてるんですよ、うん、何が正しいかっていう、はい、ただ人数で割るだけじゃちょっとなとか、うん、まあだって横滑りって言い方もあれですけどもあるし、うん、見つけてきてないってこともありますし、うん、でもその点数も大事だけど、うん、どれだけ A と S を呼んできたかも大事だよねっていう。ああ、こうやってスカウトの評価だから、うん、その目を評価するんだったら A と S を、うんうん、数打ち当たれはちょっと違うんちゃうかとか、確かにピッチャーとバッター分けた方がいいよねとか、あ、バッターうまい、ピッチャーうまいとかもあるから、うんうんうん、っていうのをいろいろ考えながら、はい、皆さんが決定を見つけてくれて、はい、ちゃんとした集計ができたら、うん、はい、まあ、1月以内ですね、はい、キャンプが始まるまでには、うん、最後の最終順位、うん、どこの球団が
スカウトがうまいのかっていうのをやるんでね、はい、ちょっと待ってください、はい、あのミスが起こっちゃうんでね、皆さんのおかげでもいい動画になってくるんで、はい、感謝したいですね。そうですね、はい、ということで、はい、評価の基準はこういう感じです、はい、でそれに照らし合わせてどのチームの編成スカウトが素晴らしいのかっていう集計がやっと完了しました。はい、はい、いやこれちょっと本当にスタッフの方頑張ってくれましたね。そうです、複雑なね、はい、計算式のもと、うん、まあね、いろんな可能性を探りながら、はい、何がいいのかっていうのをちょっと調べていきたいなと思って複雑になったんですけど、はい、じゃあとりあえずはね、はい、総得点のまずおさらい順位発表しましょう、はい、ね、で1位はヤクルト、はい、244点、うん、2位中日212点、はい、で3位 DeNA 207点、うん、4位阪神207点、あ、だからここタイだね、はい、3位タイ、うん、で5位オリックス194点、はい、で6位巨人190点、うん、で7位広島176点、はい、で8位日本ハム173点、うん、で9位がロッテ160点、はい、で10位ソフトバンク、だから9位ソフトバンクと同率はね、うん、ロッテが、で11位西武157点で、12位が楽天の110点、はい、まあ、でも楽天は2005年からの調べなんで、はい、他のチームより、まあ、5年6年ぐらいないところがあるんで、はい、まあ、この総得点の低さは仕方ないなって言いながらも、はい、今見ると65人と外国人結構取ってきてるんだと、はい、でその1個上の西武が62人なんで西武よりも取ってるっていう、そう5、6年少ない集計なのに、はい、西武より多い外国人選手、はい、っていうところが気になるですね。まあ最初チームがあれでしたからね。でもそれでも取れる数決まってるから。ああそっか、出れるの4人しかないから、だからもういっぱい数打ち当たるんでいっぱい取りすぎてて、はい、っていうのがね。しかも西武は少なかったんですよね。そう、取ってない年がいっぱいあって、でそれであってね、はい、そしたらいろいろまだ問題あるんちゃうかと、うん、ね、そう取った人数とかもあるやないかと、はい、っていうところで、うん、ここから人数で割ろう、はい、人数で割って平均何点で一番どのチームが効率よく外国人選手を取ってこれてるかっていうのを調べたんですよね、はいはい、そうすると、まあ、今の順位はこちらですけど、効率いい順位は、はい、1位ヤクルト、はい、3.93 点です、はい、244点をヤクルト62人で割った数という形です。で2位が中日だったんですけども、はい、割ると2位は日本ハムです、はい、2.88 点。だ中日が74人いるところ日本ハム60人しか取ってないので、うん、効率はいいということで8位からいきなり2位に、だ効率、はい、だ経費かけてないですよね。そういうことですね。だチームとしてはやっぱいい編成ってことになりますよね、はい、やっぱ数打ち当たるで、うん、やっぱそこの数にお金もかかるん で、うん、でやっぱ年俸とか入れてくれたらもっと面白いって言うんですけど、はい、その年俸がどこまで正しいか判断できないんで、うん、所詮推定なん で、はい、で正直それを全部調べられないんで、うん、そこはもう加味しませんっていう、ね、はい、で3位は阪神、はい、2.87 点、うん、結構ジャンプアップしますね。3位タイから3位か、3位ですね。で4位中日、うん、2.86 点、はい、まあ、これ接戦なんですけどね。そうですね、はい、上の方はそうですね。で5位がなんと西武11位からさすがの効率いいね、はい、まあ、62人しか取ってないんで、うん、2.53 点、はい、で6位、うん、DeNA、はい、2.49 点、うん、で7位がオリックスで 2.48 点、はい、で8位ロッテ 2.35 点、うん、で9位ソフトバンク 2.28 点、はい、で10位が巨人 2.23 点、うん、で11位広島 2.04 点、はい、で最下位が楽天の 1.69 点です、はい、だからこれ平均でやるとねどこも平等なんですけど、はい、ちょっと楽天だけ1点だそうですね、ちょっとやっぱり数の割に数打ち当たる感 がで当たってないっていうね。そういうことですね。だから経費の無駄遣いっていうね、はい、ところになりますけど、あとやっぱり一番多く取ってきたのが86人の広島かな。そうですね。で巨人も85人とか続いて多いですね。だから多くなるとねやっぱり点数上がるからっていうところがね、うん、こう平均出すと、うん、まあ、このね順位になるんですけど、はい、ここがねどこまで少ないお金で、うん、いい選手を取ってきてるか、はい、少ない人員でね、うん、だそこはいいんじゃないのかっていうね、はい、でも、うん、それだけじゃ、うん、見えないとこもあるじゃないですか、はい、結局は、うん、そこで調べてきたのが、はい、今度はランク別割合で、うん、どこまでいい選手を取ってきてるのかっていうところで考えると、
まあ、S、まあ、G は、ね、ベスト9ゴールデングラブだったんで、はい、正式なあの成績だけで言うと S、A、B、C、D でつけましたね、はい、でも D は3箇所みたいなもんなんで、はい、その D を外いて最低 C ランク、うん、まあ、C ランクでも結構高いですからね、かなり先発だったら10勝とかいるし、うん、はい、打者でもねホームラン20発とか打たなきゃいけないんで、はい、その最低 C はいると、うんうん、じゃあ C ランク以上はどれぐらいの選手割合取ってきてるのかというところで、はい、一番いいのはヤクルト、はい、ヤクルト全部いいですね、1、はい、あの確率だ C ランク以上だからほぼ主力になる確率、はい、40.3%、 うん、高い高くね、はい、約2人に1人はもう主力になるのよ、うん、はい、そういうことですね、うんうん、だからまあ総得点も高いし平均点も高いってことになるんだよね、うんうん、でしかも62人と効率いい、はい、で2位がオリックス、はい、だからなんかオリックスも何気に取ってきたら半数以上はしっかり活躍してて、はい、だから C 以上だと2位ってことは D の選手が多かったってことですか。そうですね、あとは無印が多いのか、多いから、はい、多分あの総得点が増えないのと、うん、あと割ったらやっぱ7位とかね、はい、なるのとやっぱ D の選手も多かったのかなっていうね、うん、で3位日本ハム、はい、で4位西武、で5位ロッテ、で6位中日、7位楽天、8位巨人、9位阪神、10位ソフトバンク、11位 DeNA で最下位が広島、はい、だから広島が一番 C ランク以上を取ってきた割合が少ないんですよ、うん、22%、だから4人に1人、はい、4人に1人はきついですね。そうですね、正直4人取ってきて3人は全く活躍、ほぼ活躍しないってことですね。そう、ほぼ活躍しない、うん、それきついね。きついですね。で何気に巨人も9位を、はい、うーん、だ巨人も 27% だもん、はい、だいわば約4人に1人、はい、そういうことですね。やっぱ4人に1人はきついよね。うーん、 40% ある球団もあるって考えると全然違う。これとやっぱ 30% ぐらい欲しいね、うん、3人に1人、はい、そう考えるとこう中日が 31% だから、はい、で日本ハムが 36.6、 36.6、うん、だからあとは楽天は27ということは1,2,3,4,5 6位までの中日までが 30% 以上、はい、ここまで欲しいよね。うん、そうですね、やっぱその最低限の活躍ができる外国人選手を取っていくには、はい、だからこの楽天以下、うん、6チームはちょっとまずいよね、はい、編成上中日以上6チームはいいんじゃないのかと。そこまで当たってないなっていう感じはありますね、うん、で、まあ、こっからが大事で、はい、まあ、A 以上欲しくないですか。まあそうですね、大活躍してくれる選手やっぱそこを目指してるわけでしょ、うん、そうなってくると C 以上は最低限ですか、はい、最低限日本で頑張れる選手がやっぱ3割以上いるって非常にいいことだけど、はい、でもそれじゃ優勝できないよね、はい、助っ人で言うと、うん、やっぱ A 以上、はい、A ってすごいじゃん。すごいです、一歩間違ったらタイトルじゃん、うん、だから A 以上もどれだけ連れてこれてるのかっていうのが大事だと思うんですよ、はい、うんうん、そうなった時に A 以上1位阪神、あ、そうなんだ、はい、A 以上は阪神が1位なんですよ。あ、本当だ、あ、惜しくもヤクルトが、そうなんです、 0.1% 差、19.4%、はい、だ要は5人に1人もうタイトルホルダー、5人に1人 A 以上がいるってことですね。 A 以上もうほぼタイトルホルダ ー、で2位がヤクルト、はい、で3位がロッテ、ロッテが何気に高いのよ。そうですね、 A 以上が、うん、4位中日だ、中日が 18.9、 はい、で次5位が広島、あ、日本ハム、うん、日本ハムが 16.6、 阪神、ヤクルト、ロッテ、中日、日本ハム、広島、西武、ソフトバンク、オリックスが同率、はい、で巨人、DeNA、楽天だね、はい、A ランク以上、うん、だからどれぐらいかな。西武が 16.1 で7位、で楽天が10.7%、 一気に落ちるね、はい、まあ、やっぱ 15% 以上欲しいね。うーん、この感じで言うと。そうですね、うん、平均的に、うん、もしくはまあ16だから、まあ6人に1人ぐらいは A 以上欲しいかな、うん、そうですね、割合的に言えば、うん、だから 15% ぐらい以上欲しいよね。でもここで一つ疑問が湧くのよ、はい、この A ランク以上は特に、うん、日本の遺跡はどうなのっていう。
そうだから、ね、活躍してる人を他の球団からお金で取ってくるっていうことがあり得るわけです。パターンもそれはちょっとどうなの的なね、はい、疑問があるじゃん。これは本当にスカウトの選球眼なのかかお金の力なのかっていうね、うん、やっぱ取られたところのチームの人は言いたいじゃないですか、はい、そこで考えました、はい、どんな事情があれ、うん、日本の横流しは削除、はい、だからここでね、うん、ブラゼルとか、はい、楽天のリックショットみたいに日本1回アメリカ帰って、はい、で日本っていう場合は横滑りじゃないですよね、はい、日本になった場合はどんな状況でも、うん、もうその選手は眼力じゃないっていうところで削除です、はい、した結果、はい、A ランク以上1位が阪神からヤクルトに変わります。おでちなみにヤクルトは横滑りの選手が A 以上はいないんですよ。そうなんです。しかも横流しで獲得した選手がもう全員の中で1人しかいない。そうなんですよ、うん、でしかも A 以上はいないんで、はい、19.3%の変わらないんですね。変わらないんですよ、うん、でもその1位にいた阪神が、はい、その横流しを減らすとですね A 以上が 15.2% に、はい、うん、一気に 4.2% 減っちゃうんですよね。そうですね、うん、まあ、それでもいいんですけどね、 15% 以上だ。いや、いいです、かなりいいです。順番でいくと横流しを残せるとヤクルト、中日、ロッテ、阪神、広島、日本ハム、西武、楽天、ソフトバンク、オリックス、巨人、DeNA と、はい、巨人と DeNA が下がっちゃうんですよね。そうですね。巨人は、うん、あの 14.1% なんですけど、はい、横流し選手を引くと 5.8% に、そんな減ります。一気に落ちちゃうんですよ。へえ。やっぱその上に行けば行くほど、はい、人数も少ないんで1人のけちゃうと一気に下がるっていうところもあるんですけど、うん、そうですね。でちなみに楽天は A 以上の選手横流しがいないんで、はい、10.7 のままなんですよね。はい。でも、まあ、15% 以上は欲しいってさっき言ったじゃないですか、はい、でそうなってくると横流しを、あ、楽天横流し1人いますね。 A 以上が A 1人、あ、1人か、はい、9.2% か、はい、そうですね、 10.7 から 9.2% になりました、うん、だからそれでも 15% 以上が OK ぐらいかなみたいなね、はい、話になったじゃないですか、うん、そうなってくると横流しを抜けると OK なのはロッテが何気に高くて16.1% なのね、はい、横流しが2人いるけども、うん、でもあとは阪神が 15.2、うん、広島が 15.1、はい、で日本ハム15、はい、だ日本ハムまでだね、日本ハムで 15% 以上保ててますね、うん、横流しを含まないものも、うん、まあ、ここまで横流しを含まないのが大事じゃん、はい、日本は、うん、全部入れちゃうとね、はい、それだって他の国から取ってきた線と一緒じゃないじゃんだったら、うん、はい、まあ、そうなるとこの順位になるんだよ。そうですね。そしたらヤクルトがまた1位。そうですね。で本当に一番その見る目があるスカートの見る目があるっていうんだったらこの横流しを省いた A 以上の選手を連れてきてる割合が一番確実性かもしれないですね、うん、そうだからヤクルト、中日、ロッテ、うん、まあでも阪神、広島、はい、日本ハムまでが OK だね、まあ、15% 以上 OK だからA 以上取ってこられてると、このルールで、ね、はい、里崎ルールでいうと、うん、だからそう考えるところ、まあ、ちょうど2つね、6チームで分かれるんですよね、はい、そうですね。じゃあタイトルホルダー、うん、どんなに連れてきてんのかって話じゃん、はい、そこも大事じゃん。そうですね、うん、そうなってくるとね、今までロッテ上位にいたのに一気に11位になるえ、なんで？だから結局タイトルホルダーを連れてこれてないのよ。だからある程度大活躍はしてるけどタイトルは取ってないっていう選手が多いってこと。そう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 。結局はね、はいはい、S ランク以上の割合だと1位中日、うん、2位阪神、3位ヤクルト、で4位巨人、で5位ソフトバンク、で6位日本ハム、うん、7位西武、8位 DeNA、 9位広島、10位ロッテ、11位オリックスの最下位が楽天、はい、っていうことになるわけですよ、はい、だからロッテが一気に10位になっちゃうのね、うん、で中日が1位に躍り出るという、そう、 S ランク以上だ。やっぱそこも大事じゃん、はい、だから中日はタイトルホルダーをめっちゃ連れてきてるってことなの。そうですね、それが大事だよね、はい、結局、うん、でもだからこの中日が 12.1% も取ってきてるんですよ。すごくない？じゃあほぼ9人に1人、はい、タイトルホルダー、そういうことです。やばいよ、はい、で阪神は 11.1%、 あ、それでもね、うん、9人に約1人、はい、でヤクルトは 9.6、はい、でもどこぐらいまでがすごいのか、広島、
5.8。 いや 5.8 まで下がるとあれだね。そうですね、やっぱこの 9% 台ぐらい保ってるとすごいですね。すごいよね、うん、で日本ハムがちなみに 6.6。 でもタイトルホルダーだもんね。1回掴んだら強いしね。うん、でも10人に1人ぐらいタイトルホルダー連れてきたら強いよね。はい、でも、うん、今また声が聞こえますと、はい、横滑り入れちゃダメだろうと。そうですね、はい、横滑りをのけよるか、うん、はい、そうしましょう。のけた場合、はい、1位中日変わらず、はい、2位阪神変わらず、うん、3位ヤクルト、うん、4位日本ハム、5位広島、6位ソフトバンク、うん、7位西武、8位ロッテ、9位 DeNA、 10位巨人、うん、で11位楽天、12位オリックス、はい、っていうところで巨人が一気に下がります。本当ですね、4位から10位になりました。巨人だって 9.4% あったのに 3.5% になっちゃう、はい、そうですね、はい、あ、だから でオリックスはもともと低いわけですよね、うん、はい、で楽天ももともと低いわけですよね、はい、で巨人が下がってよね。 DeNA はまたもと一緒なんですよ、うん、広島がね横滑りをなくすと上がるのよ。本当ですね、一気に。だから要は広島は自前の選手たちが多いってことだね。横滑りの S 以上の人が広島はいませんでしたね。だ全部 S 以上の人は自分たちで取ってきたってことだもんね。取ってるってことですね。で中日は1位、うん、10.8 だよ。それでも、うん、すごい横滑りでね、1人来てるんで、はい、タイロン・ウッズさんがね、はい、来てるんで、うん、それを省いても 10.8、うん、はい、高い、まあ、結構いますね。で阪神は 9.7、はい、それでも約 10% だもんね、はい、10人に1人、うん、ヤクルト 9.6、はい、で日本ハムが 6.6 か、はい、だからやっぱり中日阪神ヤクルトだね。そうですね、そう考えると、いや本当に質のいい選手を横流しじゃなく連れてこられてるって考えると、うん、中日阪神ヤクルトがもうダントツでいいですね、うん、でどこのランクでも結構いるし、はい、でしかも結構なんちゅうの平均で割っても阪神は3位だし、うん、まあ、中日も4位と上位にいるから、はい、優秀なのは、うん、やっぱ1チームって言いにくいじゃん、はい、でも海外スカウト編成、うんうん、優秀なのは中日阪神ヤクルトだね。そうですね、うん、この3チームがもうどの項目見ても優秀、はい、ほんとそうです、うん、平均見てもそうだし、うん、総得点見てもそうだし、はい、で割合別に見ても、うん、でしかもその日本国内同士の移籍じゃなくて、うん、しっかり海外から連れてきてるっていうのも、はい、こう3チームだね。そうですね、自前でスカウトしてきた人が10人に1人タイトルを取っていると、うんうん、だこの3チームはもう素晴らしいです。はい、そうですね、うん、やっぱドラフトはね西武が素晴らしかったですけど、はい、海外はこの中日阪神ヤクルトセリーグ3球だ。セリーグですね。ねえ、もうなんでなんだろうな。ソフトバンクもね、はい、いいと思いながらも何気に中断なんですよね。いや、そう、点数にしても何にしても大体その中断ですね、うん、上位にやっぱいないんだよね、はい、で、だから、まあ、こんな言い方したらあれだけど、うん、頑張った方がいいねと思うのは、はい、何気に巨人ですね。もうそうですね、なんかその巨人全体的に低いんですよ、うん、いやタイトル取ってる選手は 9.4% ってまあまあいるんですけど、うん、そのやっぱ日本国内の移籍を外しちゃうと 3.5% になっちゃうっていうところが、そうなんだよ、うん、だやっぱちょっとお金の力にね、うん、まあ、だから資本主義だから仕方ないよ、俺はそれ否定しないけど、うん、それが多いねっていうね。そうですね、うん、っていうところもあるし、はい、あとオリックスもやっぱ若干低めかな、うん、そうですね、全体的にはね、うんうん、あとオリックスも横流しをのけた時に一気に下がるのね、はい、やっぱカブレラ・ラロッカとかね、うん、来てるっていうところもあるし、ね、もともとタイトルの人がねそんなに多くなかった中、その中の半分以上が横流しだったっていうところがあるので、うん、あと楽天ね、はい、オリックス、楽天、巨人はちょっと頑張った方がいいね、うん、まあ、楽天もともとタイトル取ってる人がほぼいないんです、ね、そうなんだよ、はい、だからもうちょっと外国人補強を頑張った方がいいかなって思うのと、うん、はい、あとロッテがやっぱりね一気に S になるといなくなるんだよそうなんですね、だからね、よし、いいとこ取ってきてんだけどね、はい、うん、もう一つ抜けていかなきゃいけないっていうところもあるし、はい、やっぱこの平均にしてると全体の得点が少ないから、はい、あとボビー時代の貯金がありすぎる、あの頃が良かったから、うん、っていうのもあるし、うん、そういったところで、まあ、もうちょっと頑張んないと、うん、ロッテもねチームを強くするって言ってる部分では
あれだね。そうですね。西武が何気にそんな高くなかったね。西武とソフトバンクが意外と中段、うん、どの部門でも。そうですね、うん、まあ、でも西武ってやっぱ日本人っていうイメージが強いですね。そうだね。だってメヒア以降取ってないもんね、うん、やっとスパンジェンバーグですよね、うん、だから総得点が上がらないんだよね、うん、だこの子供割合が低いのに強いっていうチームは、逆に言うと日本人がすごいんだよね。そういうことですね。だからそのチームを強くするためには外国人が必要、はい、で外国人が活躍している中日チャンスに送るともちろん素晴らしい、うん、でもここの数字が現れなくても、うん、ソフトバンクとか西武みたいにチームが強いっていうところは、うん、外国人だけに頼らないで、はい、日本人がしっかり仕事してるっていう証拠だよね、うん、そうですね。でチームがあまり勝てないで総得点数が低いのは、うん、日本人も頑張れてないし、はい、編成も外国人もちょっとしっかりした方がいいですよってことですよね、うん、そういうことですね、うん、あとあのこういう横流し感を入れると資金力あるねっていうのも見えるよね。そうですね。やっぱ資金力あるチーム見えますもんね、うん、そうですね、うん、だまあ全部トータルするとやっぱ中日阪神ヤクルトですね、はい、この3球団は本当に外国にスカウト全部しちゃいましたけど、はい、本当に素晴らしい編成してると思います、うん、はい。